今回は親に出荷されてしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y32 歳。ついに出荷されてしまう。大卒でずっとニートしてきて両親に働けって言われても拒否してきたんだけどさ。ついに出荷されてしまったんを。出荷ってどういうことだよ。ニートを出荷する先といえば？ゴミ箱。ニートして山。大気圏。ブラックホール。山奥。海。海のゴミは持ち帰れって。Y が立てたスレで遊ぶなよ。はぁ、マジで辛いわ。出荷の意味を詳しく。ずっと前から働けって両親どっちも言ってきてて、働きたくなかった Y は無視。ハロワイケとか、とりあえずバイトしてみろとかマジでうるさかったんだよな。それでますます引きこもって、外に出ずに家でダラダラしてたら急にトラックで運ばれたんだよ。どういうこと？寝てる時とかにトラックに乗せられて運ばれたってことか？想像して増えた？いや、マジで笑えないからさ。その日は徹夜して遊んでて眠くて明け方近くに寝たんを。それで起きた時には車に乗せられてたんだよ。どこに連れて行かれるのかと途中でビクビクしてたんを。で、出荷先はどこなんだ？親戚が農家とか牧場とかしてるんだけど、そこに出荷されたんを。農家から出荷はよくあるけど農家へ出荷は珍しいな。で、強制労働させられるってことか？そうなるな。マジで嫌だわ。なんでなんだよ。できる限り働きたくないんだが、親戚にはもう話がついてるみたいで、明日から働かされるらしい。農家で働くとか嫌なんやが、逃げようと思っても車に乗れないしな。親戚の農家から家までのルートは分かってんのか？さすがにな。でも結構離れてるし、Y は車を運転できんから無理や。じゃあおとなしくそこで働くしかないな。親戚の家ならまだマシじゃね？外で働くよりずっとええやん。Y ニートだけど、農家で暮らせるならその方がいいわ。とにかく社会に出たくないんをね。昔、何度か手伝いに来たことがあるけどさ。まあ子供だったってのもあるけどかなり大変だったぞ。あの苦労をもう一度したいとは思わないんを。じゃあ普通にどこかの会社で働けばよかっただろ。一致何歳？32歳だよ。大卒後、ずっとニートしてた。ちょっとかわいそうだな。親の怒りが伝わってくる。でも大学まで入れてもらったのにずっとニートだもんな。そりゃ親も怒るだろ。別にそこまで悲観することじゃなくね。親戚の農家なんだしさ。むしろニートなのに働ける先があっていいよな。普通はブランク多かったら働けないんだぞ。マジで甘えでムカつくわ。Y も一致と同じでニートなんやが、働き先がないから Y も農家で働きたいんを。本気で言ってんのか？農家なんてマジで熱いし最悪だぞ。給料みたいなのがあるかも聞いてないしな。怖くて聞けない。そりゃ働いた分は衣食住のお金として親戚に徴収されて、残りは親に送られるに決まってんだろ。だよな。お金とかいらないから働きたくないでござる。家に帰りたいんを。親には帰りたいって連絡したのか？まあ無理だな。今までのイライラが溜まっての行動だろ。Y だって好きにニートになったわけじゃないし、こんな風に子供を捨てていいのか？なあ、ええのか？いいだろ別に。大げさなんだよな。家を追い出されてその辺に放り出されるよりずっといいだろ。でもさ、ここにはパソコンもないしさ、明日からの生活が不安で仕方ないんを。スマホ持ってんならパソコンはいらないだろ。贅沢すぎるぞ。だよな、むしろスマホも取り上げられればいいのに。スマホは Y の命綱だぞ。これがなくなったらマジで無理んを。それより親への連絡は？泣き言言わなかったのか？寝てるのに連れて行かれて、もう親戚の家に親はいないんだぞ。そういうことやろ。Y を捨てたってことなんだよ。だから特に何も連絡してない。いつか介護が必要になって Y に戻ってきてほしいって泣いても遅いんを。わろた。介護って、そんなことよりも一致がうざかったんだろうな。どっちかというと一致の方が要介護でくさ。ニートを買ってない方がその分、資金的に余裕ができるから別に両親の老後の心配はないだろ。これから老後を迎える両親の方が、32歳で働き盛りの一致の心配をしてるってことだもんな。多分今はわからないだろうけどそのうち両親と親戚に感謝する日が来るって。そんな日は来るわけないだろ。マジで Y は捨てられたと思ってるんだよ。親は Y を捨てたんや、マジでショックや。だから、それくらいのことでショックを受けるなって、そんなことじゃやってけないぞ。先のことより今だよな。明日の農家の作業をバックレたいんを。完全に逃げ癖がついてんな。嫌なら別の場所で働け。きっと農家よりきついぞ。親戚じゃないしな。そんなことはわかってんだよ。でもとにかく働きたくないんや。これはもうだだっこだな。一生そうやってごねてろよ。親戚の農家ってだけマシだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート22歳。やべえニートで人生積んだわ。でもま、30までは余裕やろな。Y ニート29歳。マジで焦ってるわ。30歳までは余裕だろ。Y ニートキング、32歳既婚で来月から無職やけど余裕や。大丈夫よ。35歳までは余裕やろな。35歳までは引っ張れる。
Y は29歳で満足できる仕事ついたで。何の仕事や？コンビニバイトで生きていけばいい。贅沢はできんけど、自炊で家賃5万ならいける。貯金いくら？別にその気になりゃいつでもバイトできるし、住むとこあるなら最後までバイトでも人生は完走余裕よ。意外と40歳まではいける。そこまでニートできた時点で勝ち組やろ。40歳まで大丈夫や。そこで諦めるのがいけんのや。とりあえずコンビニの夜勤でもやりながら就活しろや。結婚とか世間体考えずよ、捨て人になる覚悟は必要。40歳まで行ったら45歳までは粘れる。そう思ってもう29歳なんやが。しかもお前ら実はニートじゃないし。仕事決まってないだけで、ニートではないな。30歳までは余裕なんやから笑えよ。まあ50歳まで行ったら生ともらえるやろ。Y31 歳、無職歴2年や。貯金なくなったらガチで丸ぬで。何一つええことないしな。残り130万。あと2年はいけるな。一人暮らしやから半年くらいやで。家賃とかいくらなん？車はある？彼女は？50歳まで無職続けば生活保護いけるやろな。Y の親戚に一生無職で通したジジイおったわ。ストレスもなく長生きしとった。生活の面倒は兄弟が見てたが。甘やかしすぎやろ。Y も29歳で仕事辞めて帰還行や。むしろその30歳までのニート期間で何をしたのかが問われる。親が悪い。50歳まで耐えれば、違った余裕が出てくるぞ。同級生からは Y の存在はすでになかったことになっとる。一回ニートになったら一生底辺やな。正直今なら正社員には余裕でなれる。生きていくだけならバイトでいいから理論的には大丈夫。実際にはバイトに行くと周りの正社員と自分を比較して苦しくて続けられなかったり、主に劣等感で潰されるから結構大変だと思う。工場か介護でいいやん。生きたいように生きればいいが、後悔なんてするなよ。正直40歳まで職歴なしは取り返しつかんわ。丸抜きで親に帰省するしかない。結局は親の財産がどんなもんかにかかってる。持ち家で貯金あったりするなら楽にフルタイムで働くのはそらバカらしいってなるわ。2年間貯金だけで生活してたの？どんだけ貯めてたんだ。おっさんになってまでスーパーやコンビニバイトとか見てる方が辛いわ。せめて警備とか新聞配達でお茶濁しとけよ。生活保護で余裕。Y 今年で30歳やけど、去年やっと正社員登用や。底辺であがいてる感やばくてハゲそう。30歳って中途半端よな。働けるには働けるけど、もうまともなのないし完全に積んで生活保護もらった方が幸せやで。29歳からバイト始めて30歳で正社員なるとかなら、まともな中小もまあまあある。もちろんブラックには違いないけど、日本企業の8割はブラックなんやからそれもまともいうことや。一応なんやん。35歳からは無職だから。ニートの味はそう忘れられんで。生きてる価値ないよね。もう宝くじしか希望ないわ。ニートやでー。30歳やでー。親が定年退職しました。ガチでどうしよう。親にバイトさすんだよ。さすんだよってなんだよ。させるんだよ、だろ。だから底辺なんだよ。別に生きてるんやったらええやん。ひつまるに働かんでも、人生おもろいで。生きるだけなら余裕や。ちょっと前に麻生が就職氷河期世代の就職対策は終わったって言ってたけど、それは就職氷河期世代が無事35歳を超えて無職になったかららしい。週4勤務6時間労働で生きていきたいが、思ってたより収入が少ない。ああ、宝くじで5億円とか当たらないかな。そうやって34歳まで来たぞ。人生辛いぞ。仕事もやらされてる感なければ多少はおもろいで。しんどいけどな。誰か一緒に住まへんか？都内、3DK やがどうや？送ったから Y は逃れたで。ええな。何で送り人になったんや？マジな話、1年いくらあれば生きられる？一人暮らしとして。年収200万あれば余裕や。大学サボり部、中退した、とかでキャッキャしといて30歳なっても自分語りしろ。その後どうやって生きてるかが知りたいねん。観光やってれば短期旅行なり好きなもん買うなりしても、500万以上は貯まってたという事実にさらに打ち砕かれるぞ。バイトで生きる人より明らかに労働時間を減らす。こういう生き方でいいんだよ。バイナリーオプションで人生バラ色やで。ガチるなら FX しかないわ。50歳まで大丈夫やろ。35歳ぐらいまでなら年収400万ぐらいで社会復帰できるやろ。無職1年目の税金の殺意は本当にヤバい。そら今日頑張れんやつが1年後急に頑張れるようになるわけないわな。Y も無職になったら就活できる気がせんわ。Y は高校中退で10代20代最悪やったけど、30歳になって起業して5人使う零細の社長になれたで。年商は8000万、役員報酬は800万やで。次は34歳くらいでスレ立てか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。生活保護制度ってクソすぎじゃね？体が不自由で働けないやつだけでいいだろ。クソニートみたいなやつに税金いくとかアホすぎひん？区別がつかんからどうしようもない。
だから区別がつく身体障丸者だけでいいやろ。じゃあ制度変えるべく運動なりしろや。しゃ別にだ。こいつらは大抵 PTSD 患ってるからな。憲法変えん限りどうしようもないやろ。国の仕組みを利用して何が悪い。国のトップどもが何もせず金もらってるからしゃあない。有能は働けばいいけど無能は社会に迷惑かけるから働かなくていいんじゃない。じゃあお金あげる必要もないよね。有能か無能かって運に追うところが多いからそれくらい多めに見てあげたら。どんな無能にもできる仕事はあるぞ。お前無職やろ。なんで金なんやろな。現物支給でええやん。それそれ。住む場所も制限して集団で管理すりゃええねん。悔しいなら生ともらえ。何もせず月13万。早起きして行き帰り満員電車、最低8時間拘束されて月18万。どっちを選ぶかは自由。この前の恵方巻きとか廃棄支給でええよな。無能を無理やり働かせるより金与える方が総合的に見やこすとかからんらしいで。無能にもできる仕事はあるやろ。それをしない時点で甘えやん。雇うということは企業が税金払ってるんやで。お前無職やろ。というかこんまま行けばどっちみち社会保障削らなしゃあないから生ポも削られるぞ。難病患者もこの前削られとるからな。景気は上向きで賃金も上がっとるから生活保護も上がるぞ。憲法改正して制度なくせばええんちゃうの。施設に入れるとかすればええ。働けないからもらってるんじゃね。クソニートみたいなやつはもらえないけどな。大抵が資産のないジジイババア。シングルマザーや。働けたら生活保護認定されんだろ。働けないからもらってるんじゃね。うつと ADHD と社会不安症丸の診断書あれば余裕。この3つ全て自己申告だからちょろいもんよ。事実なら自己申告じゃなくて現実にガチが丸字やけどな。ガチが丸字のモノマネはたまに飲み会でやるけどやっぱり本物の味は出せんもん。飲み会でが丸字のモノマネとかモノ本やろ。上流でも下流でも小丸者バカにするのはみんな好きやで。しかしやっぱりなんぼ研究しても本物には勝てん。が丸字研究家相手に自己申告で通るのは本物の人もどきだけやろな思う。上流というか中流でもそんな社会人にもなって小学生のような低レベルなことせんよ。高卒度方やとそういうノリが受けそうやけど。いやするで。少なくとも Y の周りは高卒とか底辺なんて知り合いにも身内にも一人もおらんけど、Y の持ちネタのが丸字の前ももとは金持ちの親父から学んだもんやし。職種と年収と学歴は？職業リーマン。今の職種は購買。年収はもろもろ込みで1200万、40歳。母校は早稲田の政治経済学部。40歳で何じゃ？俺はもらってねえぞ、バーカ。治安悪くなりそう。生活保護受給者とクソ左翼がわめいててくさ。とりあえず外国人には一切出さないでほしいね。強制送還の費用の方が安い。無能にできる仕事なんてこれから AI と移民でなくなるぞ。銀行の仕事もほとんど AI でできるらしいし。少なくともそう思ってるやつは無能だな。バカは批判する。賢いやつは利用する。これだけ。生活保護批判してるやつって視野が狭すぎる。どう考えても必要な制度やぞ。日本人にはな。区別やらなんやらする人員雇うくらいなら適当に金巻く方が安いからしゃあない。問題なのは制度じゃなくてそれを利用してる人間の方だろ。生活保護が携帯、スマホ持って無駄に知識を得るのがいかんわ。これ、スマホいらないだろ。仕事を探す手段の拡大として認められとるよ。就活サイト以外アクセスできない端末巻けばいいな。そもそも税金で何兆もかけて社会インフラ整備してお前らそれ使っとるやんけ。今さら13万くらい誤差みたいなもんやろ。供給が現金なだけ。全員寮かなんかに放り込んで共同生活させりゃいいのに、食料は配給な。13万しかもらえんとか何の罰ゲームなんや。ストレスフリーで人生の幸福度は高い。服用は親名義の口座に入れたらバレへんし。フードチケットでいいんだよ。あくまで丸な内容にする程度の措置なんだから。文化的な生活の保障じゃなかったか。バクチ上通って文化的な生活もないわ。そんなんごく一部やろ。現金なのはあんまりよろしくないよな。アメリカの刑務所みたいに専用のカードでもあればええんやけどね。年収800万はネイト社会にお世話になってる側だからで経過をすんなよ。高所得者からは逆に分取るからな。努力したやつが損する。精神病、知的はもう丸せ、役に立たん。体は脳みそ生きてやどうにかなる、働かせろ。働けないなら働けないで構わないけど働く努力くらいはしろよとは思う。政府ティネット批判するあたり日本人らしい。食いもんだけでいいぞ。合流できるほどの金をやってるわけやないからええやろ。必要な制度だけど、もらってるやつに改善の意識がないやつが多い。高齢者と3年以上受給してるやつは一律に施設へ放り込めよ。何かしらのセーフティは必要やろ。
家でできる仕事やらせる可居住地をどこかに集めたり専用のカードにした方がええとは思う。まあ社会の被害者とも言えるしな。それにこういう制度があるのに利用できる状態で利用せんのはアホやし、利用できないのにわーわー言うてるのもアホ。生活保護予備軍やな、お前も。まあ確かにシングルの子供は施設に預けるべきやな。働けるのに働かないような気違いが全く金なくて後先なくなったら何するかわからんからな。働けないからもらってるんじゃね。生活保護持ちはほぼ精神疾患持ちやからな。Y の知り合いの生活保護は全員それや。なおなおそうとする気はない模様。ガチ無能は働くより社会の片隅で霞食って生きててもらう方が世の中のためなんやで。生活保護批判している人ってやっぱりギリギリの生活してるの？それって将来セーフティネットに引っかかるリスクがある思うんだけど。まあ確かに生ポはいろいろと思うよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。家族にニートいるやつってどうなん？28歳のニートがおるんやが、こいつどうなんの？4年以上もうニートやでこいつ。飯食うときしか現れないからいないものとされてる。うちはニートと発達障丸2人いるぞ。24歳ニート Y の末路か？お前も実家出ろよ。てめえの親に聞けよクソニート。いやー、Y のことじゃなくてこいつの今後について考えたい。何だっけよ。よく言われるのが30歳までならセーフらしい。勤め人からすると朝まで深夜アニメを爆音で流すのはきつい。ただ実質でゲームやってるだけやわ。Twitter 監視してるんやがフォロワー全員ブロ返し始めてるみたいでビビっとる。やけに詳しいな。二度もバックれて仕事辞めてんだよね。ニートは社会の被害者。温かく見守らなあかん。絶対に見下すなよ。同情はしても見下しはしないわ。ただどうしたらええのこいつって感じ。てか今月で29歳やったわ。わいやん。何も言われないんか？言われる。自分で何とかしようにも、クズだから甘えてまう。ずっと親父が家にいるときはグロかったな。一致の自己紹介か。ハロワイ家よ。親が仕事をしろと20前半の頃言ってたけど、暴れてどうしようもなかったんを。家族からすれば仕事しないことより家に四六時中いることが苦痛だわ。飯食うときしか部屋から出てこないからほとんど存在しないようなもんやで。いないせいでも無理があるわ。どういう状況であれストレスはたまる。考え方とかでどうにかなるものじゃなかった。大物 YouTuber になればええやん。中学校の時から配信者に憧れはあったみたいや。ついこの前までは YouTube に動画アップしてるのこっそり見てたんやが、最近全部消し始めてなんかあったのか心配やわ。 Y が元ニート。どうやって復帰したんや。さっさとくたばれば家族も楽やで。いつからニートやってるのかわからん。 Y が高校の頃からすでに引きこもってた気がするわ。工場勤務バックレた Y に適職はないで。家族はスコか。思い切って家族から離れて生活保護もらうとかできんのかな。義母以外は好きやで。できんね。やっぱおっちゃ嫌いなもんなんか。どうやら父親のことは嫌いみたいなんやけども、覚えはないけど恨まれてたら嫌やな。一致こと落ちちゃうよな。ワイはウサギ小屋。ちゃんと自立してたか、すまんな。自立ってか、奨学金で一人暮らししてるだけの大学院生や。働く気がないニートと引きこもりはいくらでも叩いていいと思うわ。ネットの関係なんて寿命短いもんだろ。どうでもいい。そうなんかな。見たところ3年くらいは交流持ってたんだよな。ソシャゲで2年交流あったかあったが、ソシャゲ辞めるついでに赤消ししたで。俺ニートしてたよ。社会復帰して結婚もする。えらい。よう相手も見つけたなと。ちなみにどういったきっかけで復帰できたん？結婚って30歳前後までにせなあかんし、そのためには定職についてしばらく働かなあかんし、そう考えると大卒後ニートできる期間って2年ぐらいしかないんよな。ほんまそうやな。Y は500万くらい奨学金抱えてスタートやし。Y38歳、ニートですらない。何年選手や？一度も働いたことないんか？施設警備やればええやん。給料低いし夜勤もあるけど、仕事的には楽だぞ。ネカフェバイトどうや？厄介なのは見栄っ張りでプライド高いんだよな。部屋に東大の過去問あった時はビビったわ。バイトとかする気もあんのかな。親はニート2人飼ってるんか？ Y ではないけど一時期ガチで2人おったで。Y も適正ありや。ちな母親の口癖は育て方を間違えたやで。兄貴が30歳の空白6年ニートだけど働く気さらさらさらないわ。将来 Y が養わなあかんの？生活保護もらうにもまず家族が養えるか聞かれるんやろ。世帯分離しておいて養うの断れば生子送りにできるで。頼れる兄貴が欲しかったんを。生活保護受けるに決まってるよね。親が丸んで何もなく生活保護もらうルートなら心配いらない気はするけど、絶対なんか起こるやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は親の金でポケカを買ってしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは27歳。親の金でポケカ買ってブチギレ。ちょっと聞いてくれるか？ Y は27歳のニートなんやけどさ。昔からカードを集めるのが好きなんや。
それで数日前にパッパが置いたまま忘れてたのか、机の上に1000円が放置されててさ、その金でボケかかったら、めちゃくちゃブチギレされたんだけど、なんでや？机の上に雑に置いてあったんだし、Y の金でいいよな。それ、泥棒だから。家族でも勝手に金を持っていくのはどうかと思うぞ。ニートってだけでも親不孝なのに、窃盗は草。しかも買ったのがポケカって。ピカチュウとか可愛いんをね。前に一度マッマが机に金を置いていった時は、バレずにそのまま使えたんだけどな。なんでパッパは気づくんだよ。千円札が8枚くらい置いてあって、数枚抜いただけなんだから気づかずにいて欲しかったんを。そや気づくって。マッマが抜けてただけやろ。パッパの反応が普通やで。なんだよ、初犯じゃないのか、犯罪者。ポケカくらい働いて買えばいいだろ。ニートって書いたやろ、働く気がないからニートしてんだよ。それくらいわかるよな。ニートなのは知ってるよ。だから働けって書いてるんだろ。やっぱりニートって知能が低いな。仕方ないだろ。一日中、特に考えることもないんやし。ニートになると、そういうのが怖いよな。で、金はちゃんと返したのか？返せるわけないだろ。そもそも金を持ってたらその金でボケかかってたと思うし、今までにも何度か親の金でカード買ったことがあるんだけどさ、いいのが出なくて切れて、家で機嫌悪くしてたらマッマに怒られたこともある。ニートして一日中ダラダラしてるくせに、なんで機嫌が悪いんだってな。いいカードでなかったんだから、そりゃ機嫌くらい悪くなるだろ。親のが正論。クソニートだな。そのうち追い出されるで。マジレスすると借りた金は家族のものであってもちゃんと返した方がいいと思う。でも一致は借りたとは思ってなさそう。っていうか、親も甘くない？怒るだけだから調子に乗るんだよ。追い出すくらいはあってもいいよな。親も諦めてるんだろ。Y は大卒でさ。3年から一応は就活したけどどこにも内定をもらえなかったからな。あ、一箇所だけもらえたんやけど、調べてみたらブラックすぎて辞退した。それからバイトや派遣くらいやれって言われたけど、ずっと無視し続けてきたんを。親不幸すぎて。こういうのって、どうにもならんのか？働きもせずに27歳がボケか楽しんでると思うと、恐怖しかないんだが。こういうのが子供だと最悪だよな。金を吸われ続けるだけだし。まだカブトムシ買った方が有意義だと思う。わい、もうすぐ結婚するんやけど、子供を作るのが怖くなってきたわ。よね？それ妄想やで。ニートって人間だけしかおらんのかな？猿とか他の動物はどうなんやろ？それちょっと気になるな。サボり癖があるのは人間だけなのか？でも他の動物でも群れに馴染めない奴はいそう。動物だと群れに馴染めない奴は丸主かないやろな。じゃあニートも丸主かないな。なんかワイのこと無視してない？一致は早く父親に謝ってこい。で、日雇いかなんかで盗んだ金を返せ。盗んだ気はなかったんだが。バレなかったらそのまま借りパクのつもりだったろ。盗んでないならなんなんだよ。もらったつもりだったんを。机の上に置いてあった札は落としたとは言わないし、それをもらうのはおかしいって。なんでニートは窃盗が犯罪だってわかんないんだ？困惑。まあでも一致トレスしてると、就職できない理由がわかる気がするよな。それにこんな奴が会社に来たらイライラしてワイガが丸字化しそう。くさ。まあ一定数は社会復帰しない方が良い奴もいるからな。そのための生ポだろ。税金使うのもったいないし丸んだ方がいいよやっぱり。ニートの強制労働施設が必要やな。感染症のワクチンの治験でもさせておけばよくね。なんかパッパにカード売って金返せって言われたんやが、売っても元の値段よりは安くなるし、なんでワイのコレクションを手放さなきゃいけないんだよ。仕方ないだろ。何がコレクションだよ。さっさと売って少しでも金返せ。サラ金で金借りて返せよ。人の金を盗んでおいて、せや、すれたてや、はおかしいよな。盗んだ感覚がないんだろ。親しき仲に持ってよやろ。集めるのに結構苦労したんだよ。親がお金をどこかに置いておく機会なんてなかなかないしな。そういう問題じゃなくて草。狙ってんじゃねえよ。こういうやつ、マジでムカつくわ。自販機の金でも漁ってろよ。親がいなくなったらどうする気やろうな。そのうち、外で誰かが置いた金か財布を盗んで、マジで警察に捕まりそう。おまわりさん、こいつです。親の金でも盗みは盗みだぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。生活保護受けて一人暮らししたいんやが、無知すぎて何から始めたらいいんかわからんから、一から教えてくれ。ちな糖質で手帳は半年前に申請してるけどまだもらえへんくて、バイトは一日で辞めてまう22歳のガチニートや。無知すぎない？一人暮らししてからで直せ。だからその一人暮らしをするにはどうしたらええんやって聞いてるんや。窃盗を数回繰り返したら保護されるんやない？生活保護もらえても実家暮らしできるなら、実家暮らしさせられるんやないかな。Y の場合誰かに見られてる気がする的な糖質やから、誰もいない一人暮らしじゃないとダメで通用すると思うんや。一人暮らしするにも親から金銭的な支援は受けられるよね。お帰りください。
親がいればナマコは無理や。何他人の銭を当たり前にもらおうとしとんのや。親ととことん話し合いかす。親が援助しないって言ったらいけるって知ってるからな。どっちみち親が丸んだらナマポ受けなあかんねんから、今知っといて損はないやろ。おっちゃしか一致を保護なんてしないぞ。共産党の市議に相談すればもらえるってネットで見た。平民に相談とか何考えてんだ。最低限のことするには最低限に来ちゃいかなって。おっちゃに一致を生活させることのできる程度の資産があれば、ナマポもらえないぞ。多分それすらないから聞いてんねんで。多分、予想やそれすらない想像で通る世界じゃないんだよな。金が空から降ってくるとでも思ってんの？糖質じゃなくて頭が足りないだけ。っていうか、オン税民が生活保護受けろ言うから調べて聞いてんのに、なんで否定的なんや？ナマポとか贅沢な国だよな。残飯食わすくらいで十分やろ。実際残飯くらいしか用意されてないけど。ガチで糖質なやつって、すれ立てて質問とかできるもんなのか？そりゃもう薬のおかげよ。それがないとネットもまともにできん。なら薬飲んで働きなさいな。ニートでもすねかじりでもいいが引きこもナマポはあかん。おとなしく働いてろ。働けんかったから違う方法を模索してるんや。薬をもらって大丈夫なら大丈夫やろ。っていうのが国と世間や。ワイも四角二級やが普通に働いてるぞ。四角二級って何種レベルか。メガネさえあれば大丈夫だから普通に働いてるんやで。失明してるわけではないがメガネないとあるけん。はい。すっごい大変そう。コナミ？音声で会話できてるなら問題ないやろ。発達でも働いてるやついるし、一致でも余裕余裕。何が余裕なんや。その言葉を信じて大恥かいた。若いから働けるよ。たった一つの職場で結論を出すのは早すぎる。いろいろやってみないと。精神科医の就労不可能とか枯れた診断書と障害者手帳があれば申請は通るが、保護決定の判定は自治体によりけり。最低限住居がないとあかんやで。まあまず手帳いるよな。いつもらえるんやろ。一気糖質なん？手帳あったって、精神障害の種類次第で社会復帰率に差はあるやろ。まあ手帳もらいに行くってことは普通の人としての尊厳を捨てるみたいなもんだからな。抵抗あるのもしゃあないか。抵抗とかそんなもんない。手帳は一社で診断書もらって役所行って申請しないともらえないぞ。Y のところは役所で書類もらって書いたら医者が後の処理は全部やってくれた。親元で暮らせ、無駄な税金を使うな。保護受けられてもまだ可能性あるやつのとこにはガンガン訪問来るし、ガンガン就職活動させられるで。正直ナマポって十分な暮らしができるほどもらえるんか？贅沢はせえへんから、とにかく一人暮らしさせてや。月9万で一人暮らしなんてできるんか？家代、食費だけでほとんど吹っ飛びそう。どんな家住もうとしてんねん。見た感じ安いところでも3万円くらいからやで。そっから食費や電気代取られたら何もできへんのとちゃうか？さすがに自動的にもらえるものではないはず。証明写真も入れなきゃならんし。手続きどうなんやろな。後々も面倒くさそう。一致糖質やっけ？身体と精神じゃ支障きたす部分が違うしな。集中力皆無とかじゃ仕事にならんのは事実かもしれん。ワイコー見えてガチの無能やから、社会に貢献できることなんかなんもない。一日で辞めるとか何考えてんねん。結局一致の病気の同意を症状を苦にして働けないって結論に至ったんや。高齢者増えすぎでナマポもらう人間多くなったから、若いとそれだけでもらえない可能性高いよ。人の下につけないなら、人の上に立てばええんやないの？ワイもナマポ欲しいんやが。ちな18歳。一緒にもらおうや。頑張ろうで。大学行こうよ。公立落ちたんは。ホームレスで障害者なら受けれるんかな？普通のリーマン並みの生活には届かなくても、最低限のことは満たせそうではある。ワイも若い時は住むとこぐらいタダでよこせや、思っとったわ、甘い。一致の場合普通に五体満足だから、肉体労働系の単純労働を勧められると思う。泥がりすぎて肉体労働とかまともにできひん。普段寝たきりのクソ雑魚や。生活保護は国の制度やから断られてもねばねば最終的にはもらえる。ただ親族に一致が生活保護もらってるよ通知が届く。その場合、身内が縁切らない限り厳しそうだよな。生活保護ってそんな簡単に通るもんじゃないでしょ。でも一度通ったら天国やん。というより今すぐ欲しいわけじゃなくて将来的に欲しいだけなんよ。まあもらえるなら今すぐにでも欲しいねんけど。世間から見られたとき恥ずかしくないん？煽り抜きで。っていうか、一致今一人暮らししてないんやろ？家出るから援助しろとかそんな甘えたこと通るわけねえだろ。一致絶対糖質直す気なさそう。むしろナマポ受給のステータスくらいに思ってそう。ナマポはステータスじゃないぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。朗報2本、月10万あれば生活できる。家賃5万、食費2万、通信費1万、光熱費1万、雑費1万、生きるの余裕やんけ。年収120万あればいいってことか。せやな。貯金120万あれば1年ニートできる。
フリーターも余裕ちゃうか？生きるだけだろ。病気にかかったら終わり。雑費。税金は？手取り10万やな。それで本当にしばらく生活してからええ。確かに生きるだけならできるな。食費1日700円未満とか、頭おかしなるで。そうか？朝は大して食わんやろ。家賃5万ってどこ？都内なら7万やぞ。八王子やぞ。1日1箱で良いからタバコ吸いたいんやけど、タバコ込みで月10万でも生活できんかな？一応雑費1万や。実家に住めば余裕。税金保険いろいろ含めて13万はいる。税金そんな高いんか？額面13万やな。フリーターでも10万ってことはないだろ。税金引いて10万だろ。手取りで？学生まではそう思ってたわ。何があったんや？つまり生活保護で十分ってことやな。つまらなそうや。メンマ2万が入ってないやん。税金と保険で4万くらい取られるわ。生きるため。仕方なかった。年金払えんやん。東京だったらコンビニでも18万は稼げるだろ。マジ？シフトどんだけ入ってんねん。実際ナマコで十分生きれるわ。フリーターなら国庫払わんとあかんから無理やで。フリーターって税金高いん？国庫が高い。僕お母さんの小遣いの7万円だけで一人暮らししてるけど、何の不自由もありませんです。ラーメン食いに出かけたりピザ頼んだりもしてますし、毎月1万分くらい余計なもの買ってます。家賃とか払えてるか？払えてますです。3万以下の物件で済ます。月10万円で田舎暮らしとか興味ますわ。老後のこと一切考えなければいけるな。年金とかなんか免除すればええやん。他を切り詰める割には家賃高すぎやろ。3万くらいにしとけ。一応都内の設定のつもりや。年金だけで月1万6000円取られるんだが。国庫も年金も払えんやんけ。手取り25万で適当に金使っても毎月10万ずつ貯金できてるから、月15万あれば生活できる。家賃いくら？内訳知りたい。家賃6万5000円、光熱費1万5000円くらい。通信費1万、残り6万が食費と飲み会と本やら何かに使われてるのかな。はい？ 15 万でも意外といけるんやな。手取り15万必要だから、住宅手当て込みで20万くらい稼げばええな。手取り10万だと考えて使わないとあかんな。正直家賃だけよな、問題は。実家に住めば5万くらいでいける。一致は働いたことあるんか？健康保険、年金、雇用保険、住民税、所得税が苦しめるで。すまんご、ニートや。国民年金は月に1万なんやけど。年金高すぎんか？万が一のアクシデントの時対応できん。税金ってそんな高いんか？ビビったわ。メンマおじさん来とる？家賃ゼロ、食費ゼロ、光熱費ゼロ、通信費1000、保険3000、雑費1000、実家なら5000円あればいけるやん、神。保険いらんし、スマホは家の Wi-Fi 使えや。文化的な生活は無理。15万あれば税金含めてなんとかなるやろ。低収入の時点で女なんて無理なんやし、実家に住んだ方がええわな。でもさでもさ、そんな娯楽のない人生で楽しいん？ネットが娯楽や。娯楽がネットなら都内住む意味ないやんけ。田舎で家賃節約した方がええやろ。まあせやな。都内の方が賃金高いと思ったけど家賃考えたら意味ないか。低収入で一人暮らしする意味がわからん。親がね。世間体以前の問題やん。ちょっと何言っとるかわからん。年金払わないといけない。低収入やから免除申請できると思うけど、貯金なしでジジババになって働けなくなったら詰むな。それこそ生活保護でええがな。ワイナマコヤが実際何も不自由しとらんからな。3万自由に使えるし。ワイもそれで PS4 やスイッチ買ったりしたしな。結局実家最強ですれ落ちるぞこれ。2億円くらい振り込まれてアホになって生きてえな。都内でも端の端なら5万もかからんし、地方なら 2DK 住めるし。最低賃金で一人暮らしするなら家賃的に地方都市がいいんだろうな。貯蓄ないと部屋の更新とかで困るよな。一人暮らし考えてるんやが風呂トイレ同じってやめた方がええか？家賃ぐっと下がるけど。なれる。浮いた金で何できるか考えて選ぶとよい。食費2万ってワイは耐えれんわ。食費は節約できるけど、ワイは無趣味じゃないから趣味に使える金がないのはきついな。あれこれ考えてる暇があるなら働けよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ぶっちゃけニートってなんで働かないんやろうか。なぜなのや？無能は家で寝ていた方がいいから。なんで無能は家で寝てた方が社会のためになると思うんや？特に理由はなく責めてへんけども気になったんや。夏休みの宿題やらない感覚と同じやと思うで。なんでその感覚と似てるんや？ニートって完璧主義だから仕事しないと思ってる。引きこもるよりは週3回コンビニバイトでも行ってた方がマシだろうに。プライドが高いからそれができないんやろ。もし今から平均並みの企業の正社員にいきなりなれるって条件ならなると思ってる。ワイニートだけど、それは間違ってる。対人が無理で引きこもってるから、いくら条件が良くても働く気はない。ソースはワイ。
こういうのもまあいるよな。Y がいた。なんで一部のニートは完璧主義になってしまうんやろうか。完璧とまではいかなくてもプライドが高いんやと思うわ。だから、自分より年下で有能な上司の下で働けないんやと思う。学生時代はそれなりの成績だった奴もいるからな。なんでニートになるとプライドが高くなってしまうんやろうか。逆になんで働くんや。なんでだと思う。金がないんやないかな。なんで金がないと働くと思うんや。もうニートよりお前が面倒い。なんで面倒いんや。働きたくていろいろチャレンジしたけど無理やった。またやろうとしたけど医者に止められた。それでニート。どんなチャレンジをしてみたんや。経済的に支援してくれる親だったり、それに準ずる存在が身近にいて、働かんでも衣食住脅かされることがないからやろ。なんで脅かされない環境にいるからニートになるんや。逆に脅かされない環境にいて働いているものとどう違うんや。何もしなくても生命を脅かされへん状態やと何もせえへん人も一定数出てくる思うで。で脅かされないのに働く人ってのは、人間は社会的な生き物やから、社会に入ってちゃんと自分のポジションを確立したいだったり、自立心が強くてちゃんと自分の価値を高めて金を稼いで暮らしたいって人もおるからやね。なんで一定数出てくるんや。働かなくても生きていけるなら働かないわ。なんで働かなくても生きていける環境やと働かない選択を取るんや。普通に金出してくれる人がいて働きたくないからやろ。誰に金出してもらってるんや。親やろ。親が一切金も飯も出さなくて追い出されたら働くやつは多いと思うで。なんでそう言い切れるんや。無能すぎて働くことができない、働く気力が起きない、働くのが怖い、実家が金持ちで働く必要がない、こんぐらい。なんで働く気力がなくて怖くなるんや。ただ羅列しただけで、働く気力が起きないのと働くのが怖いは別の要素やぞ。Y は完璧主義やないで。じゃあ何主義なんや。週に2回バイトすれば親に小遣いせびらなくて済むのに。週2でバイトするとなんでええんや。自宅警備で忙しいんや。ニートで一人暮らしおるか。生活できてるなんて羨ましすぎるわ。一人暮らしかはわからんけど無理停泊所生活してる。俺みたいに交通警備か新聞配達みたいなバイトしか受からんニートはニートするしかないやろ。なんでそれしか受からんと思うんや。いや思うも何も実際何度も受けてきてその2つしか受からなかったからや。リッチみたいに自分で考える力ないからニートになるんちゃうか。なんで Y が自分で考えられないと言い切れるんや。ニート期間あったがマジで頭おかしくなるよな。バイトが一番精神的には楽やと思う。なんで長期的にニートを続けると頭がおかしくなってしまうのやろうか。リッチみたいになるって言ってんだよ。まずは自分の心配しろよ。Y が別のスレで仕事できてない話した時、仕事にとらわれすぎ、仕事が全てじゃないって言われたから、いろんな意見があるんやな。リッチいる？諦めたらいけないよ。ニートなんてないさ、ニートなんて嘘さ。1日2時間とかなら働けるわ。結局、リッチはニートなのか？ニートって結構たくさんいるから、理由なんて人によって違うよな。働けるのにニートしてるやつもいるし、働けなくてニートのやつもいる。実家暮らしで、実家が太いニートは最強だと思うわ。こんなところで聞くよりニートに聞いてこい。あれ？リッチ消えた？諦めたか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は両親に説教されて爆食するも、財布を忘れていたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは32歳。両親に説教され爆食するも財布を忘れる。終わった。ファミレスで爆食して気づいたら財布を忘れてたんこ。マジで積んだ。両親を呼ばれてめちゃくちゃ怒られた。なんでニートが外食に行ったの？財布持たないって確信犯だろ。大体財布を持っててもニートだから所持金なくない？金がないのに爆食。金はあったんだよ財布にな。爆食した理由は両親との喧嘩や。親と喧嘩して爆食したのに、爆食で親が召喚されたってこと？わろた。親的にはわろえない。きっかけは向こうなんだよ。あっちが Y に働けってうるさかったんや。それでいつもなら、はいはい、って答えてたんだけどさ、もう嫌になって、うるせえなってつい言い返したんだよ。スポンサーに言い返すとか重罪。これは一致が悪いな。マジか。やらかしたな。Y もニートだけど親に逆らうとか怖くてできんわ。それな。言ったものはもうしょうがないだろ。そしたら親がめちゃくちゃ怒って手のつけようがなくなったんや。いつもならパッパが怒るんやけど、マッマがめちゃくちゃキレてた。で、なんかもうイライラして外に出てやけ食いしようと思ったんだよ。ちなみに金はちゃんとあったんだ。結構前から貯金してた金が入った財布を持っていこうとして忘れただけでな。喧嘩して出て行く先がファミレスしかないとかかわいそうなやつだな。喧嘩して出て行った後、また親を呼ばれるって恥ずかしくない？ねえ、今、どういう気持ち？どういう気持ちなの？みっともなくて草。集体さらすなや。ニートの恥。ニートが恥。誰が面白く言えと。それにしても本当にみっともないよな。
親はちゃんと来てくれたんか？ワイは食べてる最中は財布があると思い込んでたんだよ。だから好きなメニューをどんどん頼んでがっつり食うでいってなってたんや。それで、食べて、会計してからどっか行くかと思ったら、財布がないことに気づいたんやで。マジで真っ青だったわ。で、どうしたらいいのかわからずにしばらく席でじっとしてたんや。普通は財布を持ってるかどうか確認してから出かけるよな。確認不足やな。親に怒られてイライラしてたんだよ。財布はカバンに入れたと思ったけど入ってなかったんや。店に入ってから確認するだろ普通。言い訳すんな。ニートって記憶力もないの？ ADHD 入ってんじゃないの？で、店に無銭飲食って言われたと？そろそろ夫取りに帰ろうとしたら店員に見つかったんを、連れがいるって言ったけど一人で来たのがバレてて、財布を忘れて取りに帰るって言ったけど信じてもらえなかったんや。怪しすぎてくさ。無銭飲食するやつは大体そういう。テンプレみたいに怪しい回答。これはアウト。本当に取りに帰るつもりだったんだぞ。それで結局、身内の連絡先はあって聞かれてマッマが怒り狂ってやってきたんを。まあ店の人の前ではそこまで怒ってなかったけど店を出てから雷が落ちたんや。で、ワイはしばらく部屋から出るの禁止。外に出ろ、働けって言ったり、どっちなんだよ。なあ、どっちなんや。コンビニすら行くなっていうしさ。一応、最近面倒だけどゴミ出しを手伝ってたんやが、それも行くなって言われたんを。親を呼ばれる前にファミレスでバイトすることにすればよかったのに。あ、それ以前にとも辞めれるし、親にも怒られなかったはずだろ。ファミレスなんかでワイは働けん。それより外出禁止がきついな。どうせどこにも行ってないくせに。ニートが行く場所なんてないだろ。夜に散歩に行ったりコンビニに行ったりくらいはあるだろ。出て行けって言われるのも苦痛やけどずっと家にいろって言われるのも苦痛なんだよ。強制されるのがきつい。マジで無理や。助けてくれメンス。まず何時をやめろ。話はそれからだ。それいいな。こういうの、マジで社会に必要ないと思う。ADHD なんかがあっても働いてるやつは働いてるんだぞ。そりゃ外で人様に迷惑をかけたんだから外出禁止が妥当だよな。ずっと引きこもってろよクズ。なんで外出禁止になったかもあまり理解してなさそうだよな。仕方ない。長年ニートしてると頭が退化するから。恐ろしい。リッチって何歳？32歳やな。この歳でこの思考力。子供がいてもおかしくない歳じゃね。俺は一致と同じ歳だけどもう幼稚園の息子がいるぞ。うわぁ。孫の顔が見えないとかじゃなく犯罪者になるか心配しなきゃいけない一致の親が不幸すぎる。孫の顔とか絶対無理だと分かって一致に言わないだろうな。こういう話をしてると一般人とニートの差が歴然とするな。そのまま家で生涯を終えればよくね。親がいなくなってからが本番。生子に頼るんじゃねえぞ。喧嘩した後、親召喚はマジで草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。中卒ニート21、人生に絶望、精神的苦痛から逃げる癖がついてしまった。リーブ21みたいに言うな。で21歳じゃリーブ21知らんか。知ってるよ。精神的苦痛に立ち向かって苦痛を感じないようになりたい。引率ニート25歳の俺とどっちが積んでる？いや俺でしょ。お前の方が若いじゃん。まあそうだけどな。確かに自分のポテンシャルを信じきれてないかもしれない。気にせず働いたらいいぞ。働きたいけどこんな俺がまともに働けるのか？いくらでもあるぞ。さあ倉庫内軽作業を頑張ろう。やっぱ中卒で勝負するなら力仕事だからな。今ガリガリで体力ゴミ出し大卒目指して勉強してるけど勉強が嫌いすぎて。もう終わりだよ、この人。何か人より苦痛を感じやすいんだよな。カウンセリング受けてるけどなかなかそれが治ったっていう実感が湧かない。ファイト。戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。公認取って2コマにでも入れば？公認は取った。頑張る。頑張れないけど。ならあとは大学入るだけだな。頑張。やっぱ苦痛から逃げないでいきたい。俺も卓郎ニートで勉強は苦手だったけど今の時期ぐらいからマーチに行けたからどうとでもなる。苦痛なら図書館にでも勉強道具だけ持っていくとかして強制すればいい。まあそうだよね。それが正解。でも図書館に人がいるだけでも苦痛なんだ。だから苦痛から逃げないでいきたい。おっさんになってくると20くらい？なんとでもなるやん、って思えてくる。ただ何もしないとものすごい速さで歳を取っていく。何もしないと脳が情報スキップするってネットで見た。はいはい、また家の風景ね、みたいな。そうやって歳老いてく。25歳くらいまでならなんとでもなる。あと4年。新宿古着屋渡辺、人生が絶望大爆笑。なんか精神科行ったら社会不安障害って言われたけど、そんなの慣れでどうとでもなるよね。甘えてるだけで。軽度の精神障害は心の風。俺も受験中は双極性障害だったけど大学入ったらケロッと元気になった。一過性なのかな。俺は高校時代から人見知りの傾向が強くてとても治るとは思えないんだよね。それは性格だね。
性格は遺伝子で半分は決まるけどもう半分は環境で決まるからこれからの歩み方次第でどうとでもなるよ。そうだよな、なんとか歩んでいかなくちゃ。今レクサプロ飲んでるよ。アラフォー中卒だけどなんとかなってるよ。そっか、自分もそうでありたい。踏まれても踏まれても成長する雑草のようになりたい。定時制の工業高校行けばワンチャンある。底辺の暮らしはできる。底辺の暮らしとは？年収に300万くらい。あとは休日削るか、体力次第。絶対無理だ。追い詰められたらやるしかないんだろうけど。高卒でも月24から25万とかでしょ？業種によれば余裕で正社。若いって素晴らしい。でもそこまで上り詰めるにはそれなりに休み返上して苦労しなきゃいけないから、女性とか俺の中では物理的に触れてはいけない存在になってるから。バイトも日雇いもしたことない。高校行くなら工業か産業ね。国家資格は3つ取りたいね。免除も多いから行けるね。30歳まで童貞でいなさい、罰です。いや、人生どうなるかわからないから童貞の扱いは好きにさせてもらう。原付取って新聞配達でもしてみろ。まず日雇いから始めたい。くっそ人怖いけど、勉強が嫌いだ。心がもう小学生。俺も気持ち的にはまだ中学2年生だから。やっぱ大人と子供の境界ってないのか。お前ヤバいよ、引きこもり？免許とかあんの？貯金は？半分引き。免許？何それ美味しいの？貯金は親、電車乗れるし塾も通ってるから僕は引きこもりじゃない。なんだよ塾って。今さらそんなもの何の役に立つんだ。土方で働け。大学行く予定だから。人の目もまともに見れない奴が大学出てどうすんだ。真剣に人生考えようぜ。今から現場の経験積んでおけ。小衣装は学歴ない方がきつくないか。学歴なんて何の役にも立たんよ。そんなものより資格の勉強をしろ。試験物とか持ってや便利だぞ。バスも乗れるよ。ピタパ便利だね。俺とバンド組んで天下取ろうぜ。なら将来就きたい職業とかある？21歳ならまだ間に合うやん。自楽風自慢か。自楽オブ自楽ですが。一致はビビリだな。そういう殻を破りたくはないのか。殻は破りたいよ。でも殻破ったらものすごく苦痛なんだ。恥知らずになった感じがして。これは昔からの性格だから簡単には直せない。カウンセリングに通って直そうとしてる。黙って22歳の夏休み聞いとけ。今度聞いてみる。ニートを責める曲とかだったら許さない。30歳までは大丈夫っしょ。タモリも言ってたし。そうかな。タモリさんはニートであれ誰であれ夢を持たせるって仕事だから、そういうこと言ってるんじゃないの。恋愛レボリューション21のリズムで中卒ニート21歌える。バカにするな、バカだけど。25歳までに手に職つけろ。日本は何かに特化してない奴は稼げないシステムの社会だ。はい。就職できなかったら生活保護受け取る、罪滅ぼしに無料でインターネットプログラマーやろうとか思ってる。生活保護なんか受けれるわけねえだろ。実家暮らしの健常者だよ。どれだけ甘い考えしてるんだ。地に足つけろ。土方やって体壊してから生棒考えろ。急に怖い。親が丸んで言えなくなったらどっちみちそうなるでしょ。安心しとけ。普通に生棒もらえるから。俺の妄想だけど。兄弟がいるんだよ。マジで迷惑かけたくない。元から生きてる以上は兄弟だろうがなんだろうが他人に迷惑かけ続けてるだろ。何言ってんだ。これ以上迷惑かけたくない。迷惑かけるに以上もいかもねえ。少なくとも国の世話になった方が税金をばらまけるから社会のためにもなる。でも生ポってネットで散々叩かれてるじゃん。あれは何なの。嫉妬や支援。自分が苦しい思いで働いてるから他人も苦しむべきというおぞましい思想を持った老害が発言してる。でも社会人みんなが苦しんでるのに俺だけホクホクって、それはおかしいと思うよ。だからもし生ポもらうならその分社会に貢献しなきゃと思う。ぶっちゃけ生活保護を恨むほど困窮してるやつは全員仕事辞めて受ければいいのよ。ソースや自然と賃金も上がるだろうな。ベーシックインカム？まあニートには嬉しいよね。うん。ベーシックインカムなんてメリットなさすぎだわ。医療費負担もなくなるし、地獄でしょ。ごめん、そこら辺無知だからよくわからない。とりあえずニートにもお金配られるってことだけは理解してる。一致の知識がなさすぎて心配になるな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方愛ニート、勇気出して歯医者さん行くも虫歯だらけと判明。どうしようどうしよう。そういればです。覚悟はしてたけど、めちゃくちゃ虫歯あって絶句や。不正からしゃべんな。で、検査終わったら突然ババアがやってきて、深刻な話も聞かけられて。天国から地獄でくさ。どうしたらいいねん、金ないんやが。お前ら歯磨き実際何回してるんや。年末の大掃除の時に1回や。保険なら安いだろ。高えよ、それでも。ふざけんな。歯痛かったん。いや、痛くない。ちゃんとフロスやって歯磨いてればな。全摘だよ。3000円くらいやったろ。次回から安くなるで。ちゃんといけたか。
えらい。ニートなのに歯医者代はどうしたの？痛くなくてもそんなひどいとこまで行ってたんか。次回予約した日ばっくれるなよ。歯痛くなくても虫歯になってるなんてあるん？なんか、無意識に避けてるみたいな言われた。ワイも痛くないけど歯医者行ってないし虫歯ありそうで怖いわ。丸のよりマシだろ。なんで歯医者行こうと思ったの？さすがに痛いって思えたから。ワイ、年に3回くらいしかしてなかった。いかんでしょ。虫歯何本？13本。へ、よう耐えられたな。ワイ月にくらいでしか磨かんけど虫歯並んで？もちろん、そんなこと言えんから1日1回しかしてこなかったですみたいに最初言うた。この嘘もうバレてるんかな。絶対にバレてる。マジかよ、どうしたらいいねん。嘘つきハゲニートが親の不要で歯医者来てんじゃねえよって思われてるだけやからノーダメやん。ニートなら歯なくてもええやろ。歯は黒くなってるん？ワイも歯医者20年以上行ってなかったら上の親知らずが両方虫歯になってたわ。幸い進行度が一番低いレベルで表面ちょっと削ってなんか詰めるだけで終わったが。年に3回ってどういうことだよ。マジか。ワイも怖くなってきたわ。朝起きたら歯を磨いて昼と夜もしろ。はぁ、どうしよう。とりあえず、朝と夜とで2回磨くこと始めたらええんでない？うっしろ。明後日起きてすぐ歯磨きして飯食うのか、飯食ってから歯磨きするのか、どっちのがいいんや？俺はとりあえずうがいだけして飯食った後に歯磨きしてるが。ニートに歯なんかいるんか？成人してから歯が痛いって思ったことないんやけど、病院には行くべきか？ちな毎日2回歯を磨いてる。金ないなら生ポでよくね？一致が利用しないなら誰が利用する制度やねん。ちょっとの虫歯なんか歯磨き粉で治せるで。やっぱ1日に最低1回は歯磨きせなあかんのやな。朝晩2回はせんとあかんぞ。あと糸用事というか、ニートくんたちは社会保険どうしてるの？年に3回ってむしろどういう時に歯磨くんや？正月とか大晦日とか、ビッグイベントの時だけか？なんやろ、ほんまそういう気持ちになるんや。今磨いたらめっちゃ黄色いのと血が出るからなんじぇにあげよっとか。お前それ虫歯と歯周病のコンボやろ。終わりやな。電動歯ブラシ買え。歯磨きくっそ楽になってくじゃなくなるぞ。ニートなら歯ブラシ磨けや。ワイは飲み会とか多くなって気失ってバタン級で夜磨けない日多くなった。鏡で歯を見てどんな感じになってるんや？真っ黒？ボロボロ？朝一と寝る前にやるわ。やらないと気持ち悪くて寝れないし、朝磨かないと気持ち悪い。そんな変わるもんか？一日で？めっちゃ面倒やん。ワイ歯を噛み締めすぎて舐める質全部削れてるんやけど、やばい。まだええやん。神経丸んでますね、が一番きつい。神経丸んでるだろ、これは。歯なくなったら飯食えんくなるぞ。歯だけは磨け。歯痛かったけど耐えてたら痛み消えたわ。歯を磨くの楽しくないか？ワイは10年以上1日1回しか磨かんけど虫歯なっとらんで。お前らどんだけ歯磨き下手やねん。みんながみんな矯正してないから歯並びボロボロなんや。ワイも割と。ゲームの合間とかの片手まで磨く癖つけるといいで。めんどくさいなら電動でもええぞ。はぁ、はぁ、はぁ。ワイニートは30歳過ぎてから不要の保険証出すのを躊躇していけなくなった。さ、歯医者で働いてるやつなんか歯にうるさいし虫歯まみれのやつとかワンチャンあるわけないで。もうあの美人の歯科衛生士に絶対惹かれたよな。最初はめっちゃ笑顔やったからワンチャンあると思ったのに。虫歯だらけやが歯がめちゃ頑丈言われたワイはセーフやろ。ワイの奥歯かけまくりの大きい穴できてるのやがやばいか。くさ、歯磨きしてなかったら仕方ないんやわ。ノーチャンスらないから。歯磨き1日何回してますかなんて普通は聞かれないし。歯のストレスはほんとやばい。丸沼でに何回歯医者行くんや。これは一気は虫歯だけじゃなくて歯周病もかかってそうやな。はぁ、もうどうしよう。怖いわ、歯の痛み。絶対痛いやん。いいから今後の人生のために全部直してこい。しばらくは歯医者通い詰めやね。あと金とか、どうしよう。別によくある話やから気にすんな。歯周病は？よくあるならいいけどさ。多分一気と同じかそれ以上だったけど全部直すのに半年かかったぞ。特に奥歯の一本は神経抜かなあかんところまで行ったわ。陰霊はジルコニアにするんやで。虫歯悪化するとヤバいぞ。今言っといてよかったな。1年後ならもっとひどくなったで。歯医者は怖がりほど痛い思いする。虫歯くらいで騒ぎすぎてて草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。30前半やけど人生飽きてきたな。大学行って就職して結婚してって普通に来たけど、この気持ちわかるか。子供できたらまたおもろくなるんかな。なるで。存在が今まで体感したことない大切なものになる。気づくの遅すぎやろ。25歳過ぎたら同じ。教えてくれよ、先輩。ニートになったらわかるで。何がわかるの？仕事は年々責任重くなってきた。ワイ28歳やが、いくつや？32歳。やっぱそうなるんか。変な話、夢とかないん？夢か。趣味はあるけど特に夢もないな。株とか総通貨で億万長者になりたい。
それぐらいか。失礼やけど似たような感じかも。家庭以外の居場所作りしてみるのも面白いかもしらんね。30代半ばから人生はほんまに惰性になるからな。そろそろ車検だし。わし25歳のフリーターやが、その心境や。わいもや、そろそろ丸んどくか。まあ子供作るってイベントを用意するしかあるまいな。あるいは新しい趣味を作るか。みんなそれを感じながら生きてるんや。お前だけじゃねえぞ、クソガキ。30歳やが、大体のイベントやり尽くしてあとは子供の成長くらいしかないわ。なんやろこの気持ち。 YouTube でも始めてみたらどうや。子供にこんな人生とかいうクソゲーやらせるとか正気面すか。言うほどクソゲーやと思ってないしな。ワイと同い年やん。子供できたらまた変わるで。ハードモードに切り替えるとおもろいで。30年ほど手丸ぬで。あっという間やぞ。ぬるい人生やっとるからやで。さりげなく自慢すんなや。まさにこれ。何をやっても全てが虚無に感じる。創作系に突っ走れ。小説、漫画、絵画、何でもいい。人生変わるぞ。ハードモードワイと交換してくれんか、ガチで。何がハードなん。子供できて妻の両親と二世帯に住み始めたけど自分の人生終わった感が半端ない。人生の主役交代した感じあるよな。全ては子供のために生きてる感じ。もう自分に時間や金を投資する気にもならない。Y30 代で非正規のワープはやけど今後の人生、消化試合感あるわ。芸能系の仕事に就いた友達が最近になって主演とかもらっててすごいキラキラしてて羨ましいわ。そうなって本気で漫画書き出して楽しくて仕方がない。趣味持っててよかった。ここにも上がってるけどやっぱ子供か。子供作るかな。ハードモードの方が面白いってのはあるかもな。借金でハードモードは全く面白くないで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はタイで旅行中に捨てられてしまった、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートY38歳。タイ旅行で家族に捨てられてしまう。ちょっと緊急で助けてほしいんやが、ここから日本に帰る方法を教えてくれ。そこどこ？日本っぽくないな。アジアじゃね？飛行機に乗る。タイだよ、タイのマーケットにいるんやけど、家族とはぐれて困ってる。どうやって帰ればいい？予備の電源バッテリーはあるけど、そこまで持たないからはよ。早く。タイ語は話せるんか？本当にタイのマーケットで草。どうすんだよ。え、捨てられたってこと？他に写真ないの？ほい、ガチで草。マジかよ。マジかよって言いたいのはワイだよ。誰か助けてくれメンス。大阪だったら言ってやったけど、大事な。わろた。言葉は英語が少し。って言っても義務教育レベルや。ここまではずっと家族と一緒だったから、ホテルや空港への行き方がわからん。大使館に保護してもらえば？所持金は？親がくれたこっちの金が少し。日本円が少し。大で円って使えたっけ？やっぱりヒッチハイクしかないだろ。ヒッチハイクしても言葉が通じないから、行き先を言えなくて草。そういう時こそ、地面に文字を書いてコミュニケーションやで。原始的すぎて草。実際、Y が修学旅行で韓国に行った時、言葉が通じなさすぎて、現地の高校生と棒電を書いて交流したわ。そういうのって、出かける前に現地語学ばないんか？韓国語なんてやらないんを、って勉強せずに行ったらそうなった。なお相手も同じで日本語を勉強してなくて、棒で会話する地獄。草。でも相手が兄オタで、意外と話が盛り上がったんだよな。話っつっても棒での会話やが、アニメのストラップ交換して帰ってきたわ。相手がオタなのは草。っていうか一致は？ワイ、会話でも置いてきぼりにされるんか？ちなみに不安なんやが、ワイニートなんよ。今までずっと働かなくて家では家族に冷たくされてたから。家族がタイ旅行を計画した時に、どうせ日本に置いてきぼりにされると思ってたんを？それが、パスポート取れって言われて、連れてきてもらえて喜んでたのに迷子にされるとかひどすぎるって。これ、捨てられたとかないよな？ワイちゃん、泣きそう。観光して待ってれば、そのうち迎えが来るやろ。捨てられてなければな。捨てられてね。捨てられたな。ああ。もうそのままタイで暮らせよ。ニートの強制にはいいかもな。もうちょっと歩いてみろよ。日本人に出会えるかもしれんやろ。タイだと日本人が結構いるイメージがあるな。髪の色とか変わらんし、誰が誰かわからん。これ。お前、もうちょっと危機感持った方がええで。物とか盗まれんように気をつけてな。スマホと財布とバッテリーしか持ってない。あと飲み物。マジレスすると大使館かヒッチハイク。大使館へヒッチハイク。ヒッチハイクなんて難易度高すぎなことを引きニートの Y ができるわけないやろ。大使館の場所もわからん。マジで積んでる。親とも連絡が取れんし。Y なんていらないってことか？こんなの犯罪行為だろ。マジで助けて。これ。ヒッチからは悲壮感が漂ってるのにマーケットの人たちは活気があってくさ。ああ、それ俺も思ったわ。本当に捨てられたの？
マジで大使館に連絡した方がいいって。こういう時って大使館に連絡したとして本当に助けてもらえるんか。所詮他人事だし特に調べてないからわからん。適当に言ってた。お前らもだろ。くさ。なあ、これ犯罪だよな。 Y の家族は捕まるんか。海外にニートを置いてきても別に捕まらんやろ。イッチは何歳だっけ。38歳。成人男性を置いて帰っても別に罪に問われないだろ。現地の人との犯罪に巻き込まれたわけでもないしな。すまん、さすがに大勢助けに行けないわ。イッチを、助けたい。つまらなさすぎてくさ。今は感染症も流行ってるから気をつけるんやで。今日、タイで3日目なんやけど、ちょっと頭痛いんやが。それ、感染してないか。終わった。いろいろと不幸続きでくさ。もう病院に連れてってもらって保護してもらえばオッケーじゃね。2週間くらいは滞在できるやろ。からの、大使館でオッケー。警察に相談してみたら。タイの警察って日本語できそうなイメージがある。タイに捨てるとか家族も良いことを思いついたよな。まあ日本は狭いから、どこに置いてっても帰ってくるかもやしな。住所がわからないところに置いていくのはありだな。っていうかタイなのにどう繋いでんの。イマルトの、Wi-Fi とか色々あるからな。ネットも繋がらないところにワイが行くと思うか。タイに来る前にこっちでも繋がる Wi-Fi を手に入れたんを。まあ親の金だけどな。すんなり俺の意見を聞いてくれるなと思ってたけど、せめてもの、って感じやったのか。ほい。広いがじゃ、ない、だと。わい、アジアにいるけどタイじゃないんだよな。このままイッチってどうなんの。だから、タイの大使館行けって。警察。病院。川に飛び込む。砂に埋もれる。ブラックホールに飛び込む。大喜利してないで助けてくれよ。って言われてもな、タイじゃどうしようもない。イッチが帰れなくてめでたい。予定では何泊するつもりだったの。4泊。で、2泊した3日目にこうなった。やっぱり計画的に捨てに来てるな。イッチを捨てるためにタイに来たのか、タイに来たついでにイッチを捨てたのか気になる。確かにそれ気になるな。いや、それすごくどうでもいいんやが、ここからどうしたらいいのかを詳しく。スマホ持ってんなら調べろよ。確かに、日本語でも地図は見れるし。Google マップ見て歩いて頑張れ。それやな。バッテリーないならレスバしてるより地図見て歩いた方がええ。家族はもう日本に帰ったんかな。旅行目的なら、まだ楽しんでそう。捨てるだけが目的なら、もう日本行きの飛行機の中かもな。帰りの航空券が自分の分もあるのかチェックしなかったイッチが悪いと思う。確かに。これは帰ってこれないな。さよなら、イッチ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートなんやが暇だから外出したいんやが、何かおすすめある？ペットショップ。ペットショップすぐ飽きるやろ。飽きないよ、バカ。そんな滞在できんやろ、動物園でもええな。散歩。目的が欲しいんや。イオン。イオンなんてないんやで。ホームセンター。ホームセンター行って何するんや。工具とかパイプとか見ていろいろ想像するんや。商品数もめちゃくちゃあるから一日中折れるで。そうなんや、変わってるんやな。ワイはパイプ見ても何も思わんで。今は時期が悪いから出るな。そうやんな、でも外出たいんや。日光に丸されるぞ。日焼けってもんしてみたいんごねえ。ガンになるぞ、怖いぞ。外出るのもリスキーなんやな。硫酸かけられるかもしれんしな。ワイはかける側やけどな。1時間以上の長時間出るならサングラスしてけよ。目がバカになるで。せやな、目危ないやんな。散歩しながらゴミ拾い。つまんなそう。おすすめの動物園ってあるんか。ついでにハロワも行ってきたら。まだ時期じゃないんやで。何歳？おっさんなら散歩しとけや。37歳やで。目的ない散歩は嫌や。まったり一人で動物園なら上野がええやろ。やっぱ上野しか勝たんよな。少し遠いけど、頑張って来月の目標に入れるで。スパ線行こうや。昼間に行くと気持ちええで。スパ線行く前にシャワー浴びないといけないんごね。でもスパ線も行きたいんご。これも来月の目標に入れるんご。予算はいくら？特に決めてないけど、お手軽やと助かるんご。毎日暇そうでええな。羨ましい。そうやね、性に合ってるけどずっと家の中で引きこもって暇すぎるのも良くないと思ってきたんご。不要不急の外出は避けろ言うとるやろ。とことん社会に迷惑かけたいんか？社会復帰のリハビリがてらなんやで。本屋さん。大きな本屋もずっと行ってないんを。斉藤京子ちゃんの写真集欲しいんを。ハロワ。ハロワっていい就職先あるんか。あるんじゃない。試しに行ってみたら。なんか陰気臭そうだし変な気連れてきそうや。金ないとどこ行ってもつまらんやろ。働け。雇って欲しいんを。コンビニでバイトしろよ。そこら辺にいっぱいあるやろ。コンビニ給料安いやろ。安くてもやらないよりはマシや。せやけど、次に繋がらんやろ。昼夜逆転してない健康的なニートか。逆転の逆転や。睡眠薬もらってるからちゃんと寝てるで。素晴らしい。褒められたんご。
バイトでもしてみたら？月4日、1日4時間バイトしてるで。じゃあ、ニートじゃないやん。ニートやで。親は何歳？親おらんご。じゃあ、バイトの給料だけで暮らしてきたの？2年前までちゃんと働いてたんご。大学夏休みで毎日家にいて家族に何をするわけでもない。なんか罪悪感感じてきたけどどうしたらええんや。ほとんどニートやん。まだ若いんやし、そういう経験も必要や。ええんかなこんな生活。本当に何もしてない。毎日自分の好きなことしてるだけや。家族に何もしてないし見限られてるかもしれんと感じてきた。ええんやで。もう少ししたら仕事ばっかになって自分の時間もなくなるんやで。接客されたりすれ違ったりでとにかく同じ空間にいる人間すべてからニートや思われとるんやろうなっていう辛さを乗り越えんとな。社会とつながるの大事やって気づいたんご。バイト募集のチラシでも集めてみたら？集めてどうすんや。いいバイト先を探す。ウーバーでええや。18切符でどっか行こうや。18切符気になっとるで。使ったことあるんけ？わいはあるよ。行ったことないところに行って車窓眺めるの楽しいんごね。一人旅行とか今までしてなかったからしてみたいんごね。けど電車乗り継いで行くの難しそうや。バイトルだっけ？なんかそういうのでバイト探してみたら？バイトはほんの少ししとるで。家でいつも何してたんや？ニートって家族の手伝いとかなんかしてるんか？一人暮らしなんやで。どうやって生活してるんや？仕事なしで。ナマコなんやで。ショッピングモールかホームセンやな。Y の団地は無料バスが出てる。太りすぎて服ピチピチで人目につくところ行くの怖いんご。お小遣い制？国からお小遣いもらっとる。生活保護？そうやねん。Y とゲームせんか？何のゲームしてるんご？一致は何して働きたいんや？何でもいいんご。仕事するなら手取り30万は欲しいんご。警備のバイトとかしてみたら？いろいろと鍛えられるで。この前のスレで見た。熱中症気をつけてね。ありがとうやで。一致の月収っていくら？月収っていうか、月20万弱あるんご。バイト掛け持ちしてみたら？いつかはそうなるかもしれんね。一致、就活してみたら？37歳にもなって、今からまともな就職先なんてないやろ。ボケ号しようや。少しでも働いてるだけ引きニートよりマシだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートの僕は借金やローンというシステムに違和感を感じるんだけど、金がないから借金するわけだろ。返済できなくね。ニートのお前にはわからんだろう。わからないんだけど、ニートの僕にはわからない現実があるの？誰か詳しい人が解説して。信用がある人じゃないと借金できないんだよ。でもお金がないから借りるわけだろ。どうやって返すのさ？意味がわからないだろ。金貸し、うん、この人は定職についてるから毎月少しずつ返済してくれるだろう。これが信用な？でもよ、金がないから借りるんだから、返せなくないか？無理なのにどうするんだよ。ソフトバンクが何千億も借金してるって知ってる？金がないから借金してると思うか？なあ？金がないから借りるってわけじゃない。金があるから借りる場合もある。銀行としては金利稼げるし、貸し倒れリスクがないから喜んで融資する。逆にリスクがある奴には金利を高くして貸し倒れに備えるか、融資を断る。例えばローン1000万で家を買う、利率は今 1% 切ってるし、住宅ローン控除はローン残高 1%、 つまり逆ザヤ状態。今年改正のメス入るだろうけど、例えばローン1000万で居住用土地を買う、それを贈与の特例使って非課税枠で贈与して課税される相続財産を減らす。例えばローン1000万で土地を買う、その土地上に子供に賃貸マンションを建てさせて子供に賃料、親に子供から地代収入という使用収益体系を作る、とかな。ニートには難しいぞ。説明しても無駄な気がしてきた。金ない奴には銀行は金貸さないよ。仲良かったけど母ちゃん貸して口うるさくなってたな。車のローン、来月繰り上げ返済するよ。ついでに書いておくか。住宅ローン組んだ人間なら銀行側が特約でがん保険つけてきたり、火災保険吟味したりすることあるんだけど、それ、物情第一って言って抵当権者である銀行が優先して保険金などの支払いを受ける権利を持ってるんだ。あれはサービスじゃなくて、担保を確保してるだけ。よく考えてみてほしいんだ。10万円ない人が10万円を借りるとして10万円返済できなくね。毎月1万円ずつ返済するとしてもそれができるなら10万円貯金があると思うんだよね。10万貯金で1000万貯まるの待ってたら時間かかるやんか。だから先にローンで物買う。今は金がない。でも未来では金がある。だから今必要な金を借りる。今までの結果として10万の金がないのに、これからの将来で10万円を返済できるっておかしくないか？ニートの僕くん、働き始めて毎月10万円貯まる。でも今すぐ車を60万で買わなくちゃ。だから60万円借りて6ヶ月で返しますね。時間を先取りしたんだよ。そんなの稼げるかもわからないじゃん。返済できない。
働き始めたら毎月定額のお給料が振り込まれるんだよ。正社員じゃないニートくんと違ってね。別に借金はニートのためにあるんじゃないんだよ。それが継続可能かどうかなんて未来はわかんなくね。だから統計的確率とかも考慮するのん。正社員ならニートと違って、大抵の場合は毎月ちゃんと収入がある。そしたら先にお金を借りてもちゃんと返せるの。別にそんなの利用しなくても貸す方は利息が稼げるからいいと思うけど、返す方は返せないって話なだけで。お金借りる側としては、一時に1000万とか5000万とか現預金出したら資金繰りが苦しくなるだろ？黒字でも倒産とか聞いたことあるでしょ。そういうこと。これで貸す側と借りる側がウィンウィン。黒字倒産はわかる。毎月現金100万円が必要だけど、毎月20万円の利益が出てる。そしても月末に100万円金が必要だけど100万円がなければ20万円の利益は出し続けてるけど倒産してしまうということだろう。まあ、金借りてるやつの中には、パチンコや競馬に金使って来月の家賃代が払えない。そんなおバカさんもいるからな。そういうやつは毎月の収入はあるし、来月パチンコしなかったら返せるって感じだからニートみたいに全然返せないってわけではない。毎月2万ぐらいなら返せるって感じだから、俺は50万金借りてるが余裕で毎月8万ずつ返してる。欲しいものがその月にあったからな。そこだよ、来月丸しなかったら返せるってのは、今月も丸はするわけで、返済できないじゃないか。今月は我慢できるなら前から我慢はできていたわけで、さらに言えば丸のために借金するなら 100% 返済できないと思わない？収入がある人とニートは別物だぞ。収入があるなら銀行や消費者金融は金貸すし、ニートは金貸さない。銀行や消費者金融としては毎月2万でも返せる人なら金貸す。毎月2万も返せない人なんか実際は数パーセント台だからみんなきちんと返していってるぞ。俺には返せると思えないんだけど、一度冷静になってもう一度レスを読み直してほしい。理解できれば返せないと気づくはずなんだが。親の性格とメンタルじゃね？親のあたりが強いと生活してるだけで追い詰められるし、自分のメンタル弱いと何もしない日々も辛くなってくる。先行投資だよ。厨房で眠れるように今日から床で寝て慣れておこうぜ。お前はやればできるやつだ。価値創造という考え方がないと難しい。説明してくれ。ガンマルムタイプのニートに見えた。珍しいだろ。働けクズニート。働かないから教養ないんだろ。一人立ちできてなさすぎてキモすぎる。あれこれ偉そうに書いてるけど、結局はニートのたわごとなんだよな。頭の悪いニートのふりしてスレ伸ばすのってそんなに楽しいか？本当のニートに失礼だと思うんだが。持論はいいから一回落ち着いてレスを読んで理解して考えてみてくれよ。おのずと返済できないとわかるから。逆に言えば住宅ローンや奨学金も同じような借金だから、返済が難しいというのは理解できると思うんだが。引きこもりとニートを混同するなよ。奨学金も住宅ローンもちゃんと返せてるやつの方が多いよ。お前は踏み倒したのかもしれないけどな。金利なんぼの借り入れになるんだ？元本返済可能かどうかにばかり着目してるようだが、金利が全てだぞ。16% とかそういう金利の借り入れやリボは協定金利のご時世に無駄な金利を支払うから借りるべきではないと思うが、そういう趣旨じゃないのか？元本返済の話で、俺の書き込みを見てほしいとか言ってるのか？通貨2ヶ月ぐらい前にこの口調のスレ見たことあるな。だって理解できてない上で持論の展開をする人がいるから、まずは理解してほしいの一言でしかない。免除申請してる。なんかの記事で金持ちになりたかったら、車ですらローン組むなバカってのがあったな。金以外の資産があってそれが金に換えられるものならば、その資産を確実に抑えられる状況を用意した後に資産価値よりも低い金額を手数料付きで貸すわけよね。返済できるわけがないって言われても返済してくれるから成り立ってるわけですし。借りる方は将来のインカムを当てにして借りるんだろうけど、なるべくならばお金を使って稼ぐ。そのためのお金を借りる。ってやった方がお金を借りる価値があるってもんよ。ニートにこれを説明して、何になるのかがわからん。収入ないやつには、そもそも金を貸してくれる業者が少ないだろ。それな。高利貸しとかじゃなければ、相手が返せるかちゃんと確認して貸すんだよ。だから一致の言うことは起きようがない。でも実際に返済ができなくなって、困ってる人たちもいるよね。それはどう説明するの？返済できないやつは、普段から考えが甘いやつが多いよな。ギャンブルのために金を借りたやつは高確率で破産してると思う。まあそれこそ稀だけど、会社をクビになったり、働けなくなったり、いろいろな理由でそうなるケースはあるだろ。でもだからって金を借りるのが悪とはならん。昔から金貸しはあったからな。ちょっと先の金が得られるだけで、幸せになれるケースもあるんだよ。借金の金額とか、返済額にもよると思う。
元本が全然なくならなくて、利子だけ払ってるような借金はアホ。毎月数万なら正社員なら普通は返せる。っていうか、そこまで文句があるなら、一致が金を借りなきゃいいだけじゃね？そもそも一致はニートだから借りれないし。それ、そうやって議論の途中で逃げるのは、やっぱり自分たちが負けだと思うから？いちいち腹立つな。金を借りれるようになってから、連れ立てしろよな。結局、借りる方にも貸す方にもメリットがあるから、貸し借りが成り立ってるんだよな。返せないやつばっかりだったら、そもそも貸さないだろ。金を借りれるようになってから、連れ立てしろよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はカフェを入店拒否されてしまったニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY37歳。カフェに行くも入店拒否される。マジでショックなんやが。久しぶりに出かけた帰りに暑くてお店に入ろうと思ったけど、ファーストフード店みたいな手頃な店がなくてさ。たまたま見かけたカフェに入ろうとしたら見た目で入店拒否されたんやが。自流だからだろ。そやマックとかならともかく押されなカフェにニートはな。お前の見た目に問題があるからだろ。ニートは拒否されて当然。そんなカフェにニートがいたら客が買えるだろ。なんで簡単なことがわかんないんだよ。いやでもさ、ワイにも人権はあってええやろ。少しカフェで涼むのもダメなんか？店とお前の存在があってなかっただけ。他に入れる店はなかったのか？定食屋があったけど定食を頼むほどのお金はなかったんを。おされなカフェは定食屋と同じくらい取られるぞ。金が足りなかった可能性があるからむしろ拒否されてよかったやん。でもワイのハートは傷ついたんやで。そもそもなんで出かけたんだよ。それ気になる。引きこもってればよくないか？親戚が家に来るって話で急に家を追い出されたんだよ。それならって、出かけたけど外が暑くてさ。そろそろ親戚は帰ったと思ったけど、ちょっと休憩して帰ろうとしたらこれや。マッマが追い出すとき2000円くれたからおされなカフェでもなんとか足りるやろ。見た目だけで追い出すとか横暴じゃないのか？その見た目が問題だから仕方ないだろ。おされなカフェに来る人たちはエッチみたいな小汚いニートを見たくないんだよ。その空間に金を払ってんだからな。確かに飲み物もそうだけどおしゃれな空間が好きで来てるんだもんな。ニートが来たら台無し。じゃあワイはどうしたらよかったんや。周りに手頃な店があったらそっちに入ってたけど仕方ないやろ。ちょっと聞きたいんだけどさ、そこは電車で出かけたのか？じゃあマッマが1000円くれたとして今の所持金は？あ、確かに。カフェで払えるお金は1000円じゃないし、カフェで散財してたら帰りの金がなくね？そういえば帰りの電車代を忘れてたわ。あ、マジでカフェで金を払ってたら、わい、家に帰れないじゃん。アホすぎてくさ。指摘せずにマックに誘導すればよかったな。家に帰れない状況になりかけててわろた。これだからニートは。金の計算もできないのか？親もいっそ帰ってこなきゃいいのにと思ってんだろうな。ちなみに外に出された理由は？親戚がいる間、Y がいると恥ずかしいとかなんとか。別に親戚も Y がニートのことを知ってるし今更な気もするんだけどな。それでもニートは嫌なんだろう。家からも追い出されておされなカフェからも追い出されたのか。でも結果的に、カフェで払わなくて済んだんだから店員さんたちに感謝するんだぞ。ちなみにイッチの見た目はどんな感じ？どうせ地流だろ。そこまでひどくないけど、ファッションセンスはないと思う。ヒゲは剃ってんのか？ボーボーとまではいかないけどそこまで剃ってないな。身だしなみはもっと気をつけろよ。それに臭かったんじゃね？風呂に入る頻度は？ずっと家だし3日に1回くらい。毎日入る時もあるけど風呂に入りに行く時に家族と遭遇するのが嫌なんだよ。うわ、ケツ。3日に1回は夏は臭いだろ。ニートって存在自体が臭そうだよな。はぁ？せっかくお小遣いももらったしおされカフェを経験してみたかったな。経験してたら今頃はもんなしだろ。何回も言わせんなよ。店員もイッチを見て、こいつはちょっと、って思ったんだろうな。実際、イッチを入れずに置いて正解だったと思う。イッチのせいで帰る客がいたかもしれないし。でもさ、ニートが店にいて何か他の客に不都合があるのか？別にワイはコミュ障だから他の客とトラブルなんて起こさないし。景観の問題だって言ってんだろ。見てるだけで気分が損なわれる人がいるんだよ。ワイトかな？でもお前はワイと同じニートだから、お前も入店拒否になるやろ？確かにここにはイッチ以外にも入店拒否されそうな奴らがゴロゴロいるな。呼んだ？ワイは親戚が来たとしても家から出れんからイッチはすごいと思うわ。多分足に根が生えてると思う。まあ一度引きこもると外に出るハードルは結構高いよな。一回出れたんだし、働けばよくない？ちょっと出かけるのと働くのじゃ随分とハードルが違うだろ。今日だって、もう帰りたいんを。今電車乗ってる、もうすぐ着く。家の近くのネカフェに行けばよかったのに。1000円ならなんとかなるやろ。近所のマックにずっといればよかったんじゃね？ニートがそんなこと考えられないだろ。Y もニートだけど、Y ならその辺ブラブラして1000円は Y のお小遣いにするわ。
その手があったか。欲しいものがあったし公園で時間を潰して1000円は賄賂にすればよかったんを。ほんと頭が足りないんだな。くさ、おしゃれなカフェはニートは入店禁止なんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートになるやつは頑張ろうとしすぎ説。世の中適当に仕事してるだけで、でも、あなたも社会の大切な一部って肯定される。仕事なんて慣れればニートしてるのと精神的に変わらんやろ。鶴瓶の家族に乾杯に出てくるようなしょうもない仕事してる人になるだけで、ご同時とかニートとか言われんのやで。Twitter とかネットでは仕事簡単にバカにしたりするけど、リアルで仕事してるやつに文句言うやついねえよ。すまんな。ニート特有の言い訳。どこが言い訳なんやこれ。技術スキル学歴社会歴オールなしのクズ30歳。月収手取り25万、残業なしジムならなってもよい。こんなんしかおらんという現実。手取り20万ボーナス3ヶ月、年休125日で有給5日、土日祝休み、残業なしがいい。Y当てはまるな。自分が採用側の立場になって考えるのも必要や。Y が借居なら完全歩合制にするやで。どういうスレなんやこれ。節スレ。意味わからんわ。せっかく縛ってきたのに消化不良やんけ。働いてるやつもニートも精神的に変わらんのに、ニートやるのはデメリットしかないって話や。世の中しょうもないことやってても金と社会性もらえる。生産性とか完璧求めすぎやで。何の意味があるか、何の役に立つか考えるやつ。お前ら底辺やろ。会社が強行に Y の能力を超える成果を求めるんやもん。フリーターは？定職につけないゴミ。ニートは怠け者という普遍の事実がある以上、絶対に立証されない。ニート肯定すれやなくて、ニートになる原因とならん方が得やしらくってすれ。ネット空間とか空論上で批判否定できても、世の中リアルで動いてるねん。リアルの質感とか空気とか因果みたいなもんの方が大事やから。偉そうに語る一致は LINE 校。今しかできないことを頑張れよ。働くメリットがない。家から出れんし、せっかく稼いでも金が使えない。利益が上回るなら、ほっといても勝手に働くんだよな。怠け者の無能なのにやたらプライドが高いからニートになるんやで。ソースは Y。ネット上で政治だの経済だのこねくり回してるニートは世の中が複雑だと錯覚しがちだけど、ただ生きていくだけなら世の中案外簡単にできてるもんやで。そうなの？せやで。政治経済とかどうでもええ。ただ生きてくだけでは嫌だからニートなんやで。そこいらのリア充を見下せるくらいになりたいのに、それだけの能力がないからニートなんや。変わるで。朝7時に起きるという時点で Y には無理や。面接さえなかったら Y も働いてるわ。適当だけどな。友達の親とかには目を見て挨拶しとくんやで。自分より優秀なやつと働くのなんか絶対嫌なんや。自分より優秀なやつのためになることなんか絶対したくないんや。ニート、給料は？賞与は？年給は？残業は？残業代は？もし外回り中に定時になったら帰宅するまでの時間の残業代は？ Y、君の権利に関しては労基にかからんようにきちんとやるけど、ノルマとか義務の方もちゃんと果たしてくれるんやね。ニートは無言。これが多いわ。やっぱいいです、帰ります。お前らニートに優しくない？そらこんな時間にオンジェイ見とるやつの多くはあれや、わかるやろ？あ、ということは Y も。気づいちまったか。Y ニートやけど、原因は 100% 自分の逃げ癖と怠け癖やで。働いてるがいろいろやってらんねえわ。同じ給料なのにめちゃ楽してるカスが幅利かせてたり偉そうに意見したりでぶっ殺してえわ。ほな君もニートになろ。頑張ってないからニートになるんだよ。お願いだから誰か仕事をください。何でもするとは言い切れないけどできる限りのことはします。誰か助けてください。厳しくされると Y には無理ややめたろってなるけど、優しくされるとバカにされてるなやめたろってなるんごね。社会や人が嫌なんやない。社会や囚人の前でアホやらかす自分に耐えきれんのや。実際お前らニートとかでなく学生なんやろ。アラサーでガチで人生終わってるのはワイくらいや。35歳、職歴バイト歴なしやで。こんなん全然おるわ。こういう自落するやつは大体エリートなんや。ワイ知ってる。ワイみたいに人生踏み外さないように生きてほしいで。日本に生まれただけ幸運とか言われるけど、実際足踏み外したら終わりや。早く丸みたい？ニキが丸んでも誰も気にしないという悲しい現実。親も役所も大喜びやで。素敵やね。めんどい手続きとかあるから親は喜びはしないんちゃう？生きてても丸んでも迷惑なのがワイらという生き物なんや。生まれてこなければよかったのにな。こういうスレ見てると、結局スネックという単語が全く浸透しないことに草生える。スナックって明らかに精神衛生上良いやろ。でもこのスレ体は当たってる部分ある思うわ。Y、クソサボリーマンやが絶対この中で一番適当でだらしないゴミやは思うわ。何がサボリーマンや。
Y ならまず出社線は。でも家から社用車乗って10分の会社に行って、社内処理 PC で2時間ぐらいやって、営業行くわ行って音声やって直帰やで。生々しいなおい。生きてる価値ないぞって上司に言われて、Y の真面目に働こうって気持ちは打ち砕かれたわ。正直それでいいんやで。変に見返そうとか打開しようとか、無理に動いて心ぶっ壊したら意味ない。自分自身がなくなるよりはマシやで。結局逃げるようにやめて貯金もなくうつ発覚して今療養中や。発達障害もあったから生き方を変えるべきか思っとる。お前次に仕事失敗したら頭それ、けじめつけろや、それを上長に報告しろ。ただし自分からそういう罰を提案したって胸でな。俺が命令したってことになるとパワハラ扱いになっちまうからな。わかってるよな。怖かった。変に正義感ぶって自身が抱え持ったらどうなるか。周囲にはいいようにコマにされ壊れたらお払い箱。精神やアンテナマポ受ければさらに周囲からやっかまれるか嫌に言われるか。それなら適当に仕事して適当に毎日過ごせばいいんや。ソースはワイ。精神病院で生ポ行くまで抱え込んだ大バカ野郎がここに一匹。ワイもや、もうちょいずぶとい精神持って生きる術を身につけてれば。ニート同士のレスバって政治豚より情けないな。自己美化すんな。ニートはただ単に甘えまくって甘やかされまくった結果だろう。自己美化やなくて自己嫌悪やぞ。これだから健常者は。別にニートになるやつは頑張ってないだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。実家暮らしの言い訳がこちら。親の介護が、職場近いし、俺長男だから。ニートとがマルジしかおらん。全部制覇ワイ、10年ニートした後底辺職6年で貯金500万円達成。ワイは貯金しとかなきゃ将来が怖いからや。敷地内の別棟はセーフ？高校生の時からこうなんだけど。実家と職場が近いからしゃあない。ワイの建てた家に親が住んどるだけや。ワイは3食出て洗濯も自動で完了しとるからや。もちろん実家に金は入れてない。実家暮らしで子供部屋はキモい。職場へ歩いて10分もないから、移ろうにも劣化しそうでできんわ。きしょ。それしか言えへんのか？草。実家暮らしにレスつけられて草。脱字でマウント取るかと思ったけどそうきたか。ワイの負けや。介護なんて一人暮らしよりハードモードなのに、気合に出すやつアホやろ。普通介護なんてせんやろ。ママが大好きやから。30歳過ぎて実家暮らしはどこかだらしないやつが多い。ソースはワイ。低所得言い訳にして実家暮らし正当化してるやつはすんごいキモい。親の自衛隊だからや。世間体は良くないね。子供部屋40年間住みおじさん、独身。俺長男だから家守らないと、わろた。細い中から出てきたカッペと違って一等地に実家があるからな。一人暮らしするしかないゴミ勝手に言われてもね。稼ぎ月収25万もあらい出るやろ、普通は。ないわ。家賃無駄だからな。おっさん一人身で実家はほんま見苦しい。バカ、東京は実家でないから親と同居するのが普通。これほんと笑える。長男やしか用ついでるからな。親父を毎日家まで送り届けて自分は違う家に帰るとか不毛やろ。ワイ不動産仲介業、一人暮らしを強く推奨。10年で実家はほんま恥ずかしい。農家やしな。でも一人暮らしって見えだけやん。見えっ張りが無駄がね使ってくれないと困るんやで。家族と仲悪くなかったら実家でええやろ。いい年こいて家族と仲良しって、端から見ると気色悪くない？いかんのか？ダメではないけど気持ち悪いよね。幼少期に過ごした部屋に、おじさんになっても住み続ける。みんな不動産屋や親の陰謀論が好きなんでね。一人暮らしで主な移動手段が自転車なやつはかなりヤバい。これで優劣語る次元で、お前らええんか。一人暮らしや。マニュアル免許でマウント取ってなんぼのいたやぞ。ワイのアパートはおかげさまで満室やで。黙ってても130万振り込まれるわ。これ、一人暮らしが良いみたいな風潮ほんま助かる。仮にお前の実家が新宿区だったらわざわざ一人暮らしするのかっていうね。するやろ。職場近いなら一人暮らしなんてただの見え張りじゃん。普通持ち家だよな。他人のウサギ小屋に高い金払って一人暮らしするやつはがまるし。これ、一人暮らし始めた学生が生きてるだけだろ。ワイ長男やけど実家から歩いて2分のアパートで暮らしてるぜ。一人暮らしはいいけど、一人暮らしじゃないと恥ずかしいからみたいな理由で一人暮らししてるやつ本当にいたらバカだな。地方民、親と同居？考えられへん。都会民、親と同居？普通ちゃうの？この差は何かわかるか？都民でもいい年越えて親と同居なんてしないよ。そらウサギ小屋の場合やろ。家の規模は関係ない。お前の周り見てみ？東京出身で実家暮らしのやつなんているか？どうでもいいけど東京出身って言葉マジで田舎の人しか出ない発想だと思う。どういうことや？どこどこ出身って都会に上京みたいな時にしか使わんイメージだわ。そうでもないのかな？誰かと同じ家に住んで平気ってのはまともな大人としてはかなり異常やで。
家族といえど他人やぞ。お前だけなんかすごいこと言ってるな。実家が仕事場やから実家住み。わい、掃除洗濯家事したくねえから、なおこれを言うともう30歳なんだからそれくらいやれよ派と分かる派に分かれる。俺も言い訳させてもらう。月給手取りで50万くらいもらえないと不安だから。実家暮らしは言い訳ばかりするからバカにされるんだよ。実家暮らしを否定はせんけど、一回は一人暮らし経験しといた方がいいと思う。不動産だけなわけないじゃん。4人家族で子供2人一人暮らししたとして実家と同じ生活水準を揃えるとしたら家電から車まで3倍の需要が生まれるんやで。そら一人暮らしさせたがるよ。わい長男、次男に親を託し都会で悠々自適。介護は別にええやろ。まあ一度は一人暮らし経験しといた方がいいのは本当。田舎は地元に残る負けなんやで。普通は県外の大学に進み、そのまま就職や。だから親と同居、イコール県外に出れなかったやつ、イコール能力がなかったっていうことなんやで。だとしても相対化できない時点でバカ丸出しだよね。介護や家業とすねかじりを同じ実家暮らしでくくるのやめえや。難易度全然ちゃうやろ。介護は許してくれ。まさにはいや。お前ら、実家暮らしって検索してみ。むちゃくちゃへこむぞ。田舎者はどんどん愛のアパートに入ってくれよな。最後に笑うのは地主やで。田舎は貸して市場だが一度空室出ると辛いな。わいらの周りはほとんど実家暮らしやったわ。結婚を機に引っ越した地方勤務になったやつと、やり部屋が欲しくて家から10分ほど離れた場所で一人暮らし始めたやつくらいやな。勝手イライラで草。19卒やが会社まで30分やから家賃補助でないし寮住めへんけど一人暮らししたいんを。嫁の職場に50歳で親と暮らしてる独身のおばちゃんおるで。親丸んだらどうするんやろ、マジで。親丸んだ後のこと考えてないバカなんだろ。まあ確かにそういう言い訳するやつ多いよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい今年で28歳、もう今後の人生が確定したと絶望する。非正規でゴミみたいな仕事しとるけどもうこの年じゃええとこに就職もできんし、自分で何かやる元気も能力もない。終わった。気づくの遅い。普通22歳くらいで気づくよね。あーニートやりてー。一旦東南アジア行ってプログラマーでもやっとけ。そんな能力も気力もないんを。人生ほんまクソやな。宝くじは買い続けられるぞ。ワイも自動車工場の派遣とかいう底辺や。貯金は貯まるが正社員とかになろうとする気力はない。ひたすら金貯めるしか能がないんや。金貯まるならええやんけ。ワイは貯金も大してしてへん。ほぼその日暮らしみたいなもんや。28歳ニートワイ、高みの見物。なお妹が結婚するらしいけど顔見せもできない模様。ええなぁ。どうせ金も大してない、趣味もないならワイはニートの方がええな。そんなもんよ人生なんて。まだ20代で何を早がてんしとるんや。人生諦めるにはちと早くないさね。60歳まで下積みで、その後自分で稼いで生きていくくらいのつもりで。別に正社員だけが幸せってわけでもないやろ。そういうパティーンもあるやろうけど少なくとも非正規よりは立派やと思う。結婚諦めたらどうでもよくなったわ。もう諦めていいよ、そこからのんびり生きていこうや。せやな、そうするわ。その日暮らしだろうがもう何も考えんで適当に生きるわ。せやで、世間の目気にするほどワイらはプライド高いとは思わん。30歳迎えて発達障害発覚したワイはもはや何も望まなくなったで。ギリ間に合うやないの。社会的には年齢だけ見ればそう言われとるが、ワイは経歴がね。ワイなんて28歳にしてバイトしかやったことないで。ワイも28歳や。無能なのにベンチャー入ってもうてそろそろやめたらって圧を周りから感じてる。わかるで。自分の人生、先が見えたらもう生きるのええから今丸見たくなるわ。お前らどんだけ28歳やねん。おっさんとかの人生の話聞きたいわ。一方で普通の暮らしの奴らは、仕事辞めてー、離婚してー、と毎日悩んでる模様。非正規は、普通になりてー。正規は、普通辞めてー。よう考えたら、Y のパッパもほんまよう働いてすごかったんやなってしみじみ思うわ。一人で暮らすのも大変なのによう家建てて楽器育てて定年まで同じ会社で働いとるわ。あのさ、個人事業って意外と簡単にできるって知ってた？俺近所に自作のチラシをポスティングしてオークション代行しようと思ってんねん。リフト資格でも取って工場でのんびり働けばええ。簡単に取れる割に取得者少ないからな。特に20代なら重宝されるで。はい、リフトってフォークリフトか？普通免許しか持ってないけど。工場で昔働いてたけどずっと同じこと繰り返す割にスピード要求されるからのんびりなんてできないでやむで。外で作業する仕事の方が待ち時間とかあったり、のんびりできる。ひえ、そういうの一番怖い？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はお菓子を買ってもらえずにスーパーで大暴れして出禁になった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY36歳。
お菓子を買ってもらえずスーパーで大暴れしてできんに、マジで悲しい。お菓子買ってもらおうとしたらスーパーを追い出された。結局お菓子は買ってもらえなかったしスーパーはできんになったんを、後親が、家もできんにしてやろうかって怒ってる。家できんは実質の追放でくさ。何をしたらできんになるんだよ。お菓子でなんでできんになるか詳しく。どのお菓子かは伏せるけど、玩具がついたお菓子が欲しくて親に買ってくれって言ったんだよ。そしたらまず働けって言われてさ、Y は36歳までずっとニートだし、働いてから買うってなったら絶対にそのお菓子は手に入らないだろ。おまけが入れ替わったらどうすんだよ。だから絶対に今欲しいって怒ったんや。それは親には怒られるかもしれないけど、出禁にはならなくね。だよな、意味がわからん。お菓子が欲しいのに Y のことを親が無視したんや。だから怒って、荷物いっぱいのカートを蹴っ飛ばしたんを。がまる字で草。これはアウト。蹴ったカートが歩いていたおばあちゃんにぶつかってさ、店員にも怒られたしおばあちゃんの家族にも怒られた。親は真っ青になってたよ。でも Y はパニックになってたしお菓子も欲しくてさ、そこでダダをこねて欲しかったお菓子を掴んで投げたんや。正直、最後の方はなんであんなことをしたのかわからん。気づいたらスーパーは出禁になってて親には大目玉。マジで憂鬱や。なんでスーパーなんか連れて行ったんだよ。親のせいにするなよな。っていうかイッチはスーパーに行きたくなかったってこと？って、どういうこと？とりあえずがマルジとしか。Y をスーパーに誘ったのがマッマだったんだよ。嫌だって言ったのに引きこもってるくらいなら荷物持ちしろって。その結果がこれだぞ。マジでひどいわ。親のせいじゃなくね。こんなのがいたら親は辛いな。ちゃんと謝ったのか？店とばあちゃんには親が強制的に謝らせてきた。あと、親もかなり謝ってた。Y が家に帰ってからも、親だけスーパーとかに行ってたっぽい。親には頭ごなしにめちゃくちゃ怒られたから、まだ謝ってない。部屋に入ってろって言われたから今ここで拗ねてるところ。なんでお前が拗ねるんだよ。もうこんなのしてるしかないだろ。うわぁ。ニートってみんなこんななのか？年齢は？36歳だよ。もうずっとニートしてる。正直やってることが Y の家の3歳と変わらないんやが。わかる。うちの5歳の方がしっかりしてるわ。ニートって怖いな。同じ人間だとは思えない。まあ IQ がやばいんだろう。もしかしてギリ健？ギリ健って何のことや？ギリギリ健康ってことか？ Y はまだ健康だぞ。酒とかタバコとかは嫌いだしな。それより今でもあのお菓子が欲しいんやが。どうしても買って欲しいって言っても多分無理だよな。大した値段じゃないんだぞ。なんでダメなんや。お小遣いもなしやし、それくらい買ってくれてもよかったと思うんやが。引きこもっていたいのに、スーパーまで連れて行って手ぶらで帰れっておかしくないか？一緒に出かけて何かを買ってもらえるって思うあたりが幼稚園児の発想なんだよな。養ってもらってるんだし、荷物持ちくらいはタダでやるべきだろ。マジでこいつクズだわ。こういう子供に育ったらどうしたらいいんや。イップの方がイッチより役に立ちそう。それはイップに失礼やで。Y の家のワンコと戦わせたい。犬ってよりニートは猫じゃないのか？あいつらの方がダラダラしてるし。ぬこ様の文句はそこまでだ。はぁ、まだ親が怒ってる。廊下でブツブツ言ってる声が聞こえるわ。これ、夕食の時間になったら下に降りて行ってもええよな。お菓子も買ってもらえなかったし、昼食の時間は切れてて食べ損なったから、このままだと2食抜きなんやが。カップ麺でも食ってろよ。飯の心配より今後の自分の心配をするべき。追い出されるかもしれないのに悠長なこと考えてるな。追い出されない自信でもあるんだろ。こういうがマルジは捨てるしかないと思うわ。捨てても自分が悪いと思わなさそう。ニートって現代社会が生んだ闇なの？それとも昔からいたの？昔だと、こっそり家族に消されてそう。どうなんやろうな。気になるわ。はぁ、マジでできんとか意味がわからん。普通謝ったら終わりだよな。ばあちゃんも元気そうだったし。いやいや、ちょっとは反省しろよ。親の気持ちを考えるといたたまれないな。親のためにも消えろよ。イッチが36ってことは、親の年齢は？親の年金を食いつぶしてお菓子買ってもらって楽しいか？親がいなくなったらどうする気だろう。親も余生をニート抜きで楽しむ権利があるよな。そのうち置いていかれそう？こんな子供が生まれたら悲しくなるわ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、朝からコンビニでサラリーマンと喧嘩になる。Y、月に1回コンビニのおにぎりを全部買って、冷凍するために商品棚のおにぎりを全部カゴに入れようとする。リーマンがそれを見ていて、おい、お前何しとんねんと言いがかりをつけてくる。Y、睨みつけるも無視をする。リーマン、働いとらん奴が買い占めておかしいやろが、と怒鳴りつけてくる。店員が気づき、商品は早い者勝ちなので迷惑行為はおやめくださいとリーマンをなだめる。
リーマン、不満そうな顔を浮かべた以前。読んでないけどエッチが悪い。かまってほしそうだからかまってやろうか。一行目しか読んでないけど多分お前が悪い。なんでニートと見破られた？私服で若そうやからとちゃうかな。なんでリーマンがエッチをニート認定できんねん。設定がバすぎるから練り直せ。働いとらんやつがって言い方やからニートとは限らんやろ。学生とかもあるし。黙ってただけやん。意味わからんから睨みつけはしたぜ。ニートだけ本当。なんでニートってわかったんや。そのリーマン設定おかしいで。パンクブーブーやん。クソみたいなすればっか立ててるな。なんでニートって知ってるの。睨みつけて虫は草。おにぎりカゴに入れてて何してんねんは意味わからんからな。全部買って冷凍するってところが斬新でおもろかったぜ。ニートだけ本当や。おにぎり1個だけ買って帰ってきたやで。私服で若かったら普通大学生と思うしありえんやろ。もう少し寝ってこい。やから、大学生やとしても働いてないやつってのは当てはまるやん。コンビニ店員が早い者勝ちなので、とか言わないだろ。店の中で殴り合い始まったら困るから、ベテラン店員はルールを明示しただけやろ。そもそも実際早い者勝ちやろ。デレステから声優とユーザーを奪った馬娘は絶対に許さないよ。無理ありすぎるでしょ設定が。まだ朝早い時間なんだから、だらしない私服だったとしてもあと数時間後には仕事行ってるかもしれんのに、いきなり働いてない扱いはせんよ。作り話でしょ。若いから社会人と思わんかっただけやろ。コンビニおにぎり冷凍したらまずくなるやろ。親の言いつけやからしゃあない。次からレシートくらい載せろよな。買い占めたおにぎり取ってあげてみろや。冷凍室やからめんどい。ひたすら本当本当はめいてるくせに、写真撮るのは面倒だから嫌なんてなるわけないやん。作り話だから証拠の写真は撮れませんの間違いだろ。寝落ち寸前やから。お前の負けやで。一行目内容は理解できるけど、文章から頭の悪さがにじみ出ているからお前が悪い。いい歳してごっこ遊び。遅刻ならしょうがない。こんな朝早くからやってるコンビニなんてねえよ。どこでも24時間やろ。次からもう少しまともな設定考えろよハゲ。一致は話を展開できないんやな。くさ、癖になってるんやね。ニートだけ本当運を。コンビニなんかなんぼでもあんのに、おにぎり買い占めたくらいで切れるわけないやろ。通勤中に別のコンビニ行くのって結構手間やろ。もうちょっと寝ってこい。こんなすれ立てるやつって何かしらの病気だと思う。全部買うのはまだいい。冷凍して家族で食う時点でもう少し設定寝れよ。こねたくのめんどくさがるねん。ニートなら親がご飯炊いてるだろ。もう少し設定寝れ。意味わからん。親がこねたくのをめんどくさがるんや。買わせに行かせる方が意味わからん。消費期限もあるしもう少し設定寝れ。冷凍したら何年でも食えるやろ。冷凍したおむすび見せてくれや。まさか全部食ったわけじゃないよな。食ったなら放送し見せろ。ガチであった話なんや。すまんな。ただのかまってちゃんだから相手しないのが一番やぞ。てかおにぎり冷凍するか。100円セールだったらわかるけど。俺だったら精神科に行くね。こんな短い文章でも矛盾が生まれてる時点でニートはガチそう。親の言いつけだからしょうがない。じゃあお前は言いつけなら丸ぬんか。嘘に決まっとるやん。ガチなら大量のおにぎり見せてみろや。なぜ働いてないとわかった。ここで大量のおにぎり写真貼ったら英雄やで。エッチ。エッチは冷凍庫を見せればまだ大逆転できる可能性あるぞ。確かに冷凍庫かレシート見せればええやんけ。はよ。ワイもニートやガーサのコンビニ行ってきたわ。今日も一日布団生活やで。はよレシート見せろ。レシートはよ。もう少し面白い作り話しろよ。冷凍庫はよ。レシート見せて。ツッコミどころを作って伸ばすテクニックやろ。冷凍庫でもええぞ。はようせいや。レシートは受け取りそびれたわ。レスする暇あったら写真撮れ。冷凍庫見せて。コンビニのおにぎり冷凍するっていうのが気になりすぎて他のことどうでもいい。それってレンジでチンして食べるんよな。うまく解凍できるんか気になる。面白いな。なんで冷凍庫見せられへんの。冷凍庫はおにぎり冷凍するん。レンジでチンして食うんか。明太子おにぎりとかただのたらこおにぎりになってまうやん。お前の立てたスレ全部ワンパターンなの気づいてるか。なんで働いてないってことリーマンはわかったんや。そんなにニートオーラ出てたんか。ニートの愛は4日に1回しか風呂入らんぞ。臭いんかな。臭いやつは 2,3 メートル離れててもガチで匂い醸し出すから気をつけた方がええで。そもそもレシートあったとしてもリーマンに絡まれた証明にはならんしな。ニートっていう設定だけは現実なんやね。臭っ。早く冷凍庫見せろ。おむすび見せろ。冷凍庫見せろよ。ニートやつで臭っ。ニートはこの時間はお布団でスヤスヤしてる。ネギトロおにぎりとかチンしたらどうなってまうの。今回はやっちゃったね。おにぎり見せろと言われる隙を作ってしまったエッチの負けやで。ニートで嘘つきとかマジで最悪やな。友達もおらんやろ。コンビニ行ったってのは事実なんだろうな。ニートやつなのか。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。
動物園行くといつも思うけど、あいつら一日中ダラダラしてるよな。くそ羨ましい。人間もあんな風に生活できればいいのに、ワイらがニートしてるとダメなんだよな。人だけだぞこんな動いてんの。そうやろ。ああ仕事行きたくねえ。東武動物公園行きたくなった。電車で一本だからたまに行ってたわ。ニートやけど一日中ダラダラしとるぞ。羨ましいか？正直普通に羨ましい。ワイは実家が貧乏だからニートできない。うつとか、絶対嘘だわ。いつうつとか言ったよ。ダラダラしてたいよ。お仕事辞めたいよ。誰か助けて。悲しい。人間に生まれたくはなかった。一生そこから出られなくてもか？そこそこ広いからええわ。つれえわ。子供が騒ぎまくるから地獄やろ。奴ら落とストレスに感じるんやろか？白クマが後ろ歩きしてて、調べたらストレスが原因とか書いてたわ。はい？暑いからじゃね？暑いのもあるかもな。その時遠足で来てた子供らが騒いでたから結構うるさかった。一生寝てたい。今日は一日中寝てた。生じき用だと変な芸やらされそう。頭いい動物はやらされるかもな。そりゃあ客が動物園でバタバタ急いで走ってたりしねえだろ。客の話してねえよ。そりゃ食料を探すっていう人生の根幹を人にやってもらってるから堕落するわ。ほんこれ。何もすることないじゃん。わかるわ。何も悩まずに動物園の動物みたいにダラダラしたいわ。ニートになってもいろいろと悩むだろうし、周りの目とか将来とか気になっちゃうだろうしな。動物園の動物は鬱になりやすいとか聞いたで。そうなんか。あんなだらけてて鬱になるんか。家の敷地から出られない生活や、ぐうたら以外ストレスになるで。ぐうたらしてたらストレスゼロやろ普通。一生狭い部屋で見せ物になり続けるけど、一日中ダラダラしていてよくなるボタンあったら押すか？押さんやろ。60、70歳まで休む間もなく働くんやぞ。もう終わりだよこんな人生。たまには旅行とか行かせないとまずいよな。ネットないから辛そう。閉園時間になってさっさとお家に帰っていくプロカンスコ。地球に閉じ込められてダラダラしてるカス。平均寿命めっちゃ長いんやろ。ストレスないから。ワイが動物園で撮ったゾウさんの写真見せたろか。介護施設で一生暮らすようなもんやろ。餌取るのが仕事やが、水も餌も用意されるからやることない。言うて生活保障するから一生引きこもりやれ言われても断るわ。それで平気なやつはその世界しか知らんから正気保てるんやろ。動物と比べてもしょうがないやろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無気力ニートワイにおすすめの趣味教えて。最近ゲーム遊んでても面白くないんや。カメラ写真スコなんやけど引きこもりやから撮るものがないんよね。自撮りでええやん。YouTube でライブ配信したらええぞ。配信自体には興味あるんやけど、顔も声もキモいからな。就活やり方がわからない。ハローワークで無料で教えてくれるで。デスバ頭の回転が遅いから無理やわ。まだ趣味の段階じゃないのでは。散歩、いろんなアイスを買う。一日一本。これやってみようかな。カメラとの相性も良さそうやし。プログラミング、巨人叩き、え、散歩、ただやし健康的やしおすすめ。ベース、無気力ニートのくせに趣味楽しもうとしてる場合じゃないだろ。音ゲー、イラストロジック、時間を無限に無駄にできるで。イラストロジックってなんや。ゲーム、昼寝がいいぞ。金はあるんか。深夜徘徊、クソ環境じゃないなら気楽にバイトしたらええんちゃう。同じく無気力やったけど読書始めたで。最近はそれから派生して英語の勉強もしてる。転売やな。売れたら嬉しいし金も入るし散歩にもなる。予算がわからんとね。フリーター時代の貯金50万。それなら金使えないから散歩とか、野球のスコアを地方ラジオ局に勝手に送るとかじゃない。野球のスコア送るとなんかええことあるん。スコア表書くのは楽しそうやけど。無気力じゃ何やっても飽きる。ワイはゲームだけは続けられてるけど、それ以外は無理や。数学、筋トレ、仕事見つける、日向ぼっこ、太陽浴びてすっきりしよう。公園で日向ぼっこおすすめやで。 HP ではなくて、最大 HP が回復する感じや。就活、麻雀は無限に暇つぶせる。スクワット、できるだけ立つ時間を増やすのおすすめや。意外と立ったら活力湧いてくるし、夜ちゃんと眠くなる。ワイ無気力ニートのおすすめの趣味教えたるわ。数学、読書、英語、散歩、プログラミング、日向ぼっこ、写真。今のところ良さそうって思ったのはこのあたりやな。日向ぼっこをしたものやが、時間帯によっては公園のベンチはジジババとの争奪戦になるから気をつけてな。ギター、電車の大回り乗車や、初乗り料金で合法で数時間電車に乗っていられる裏技や。ワイは電車なんて大して興味ないけど、電車に揺られてると何かをしてる気分になれるから無気力民にはおすすめやで。プログラミングで面白い模様作ったりするの楽しい。何やってもええけど割とマジで運動も一緒にしといた方がええで。無気力である限り何やってもつまらん。
散歩でもええから運動しとけば多少はマシになる。一応家の中でリングフィットはやってる。寺で修行、簡単なアルバイト、月1万円ずつ貯金。寺で修行ってなんや？金かかるんか？料理。手間暇かけて材料揃えて時間かけて一生懸命作っても一瞬で食べ終わることで、この世の虚しさ所要無常を味わえるぞ。真面目に言うと雑談配信。毎日欠かさず続けてたら固定客がついて普通に配信で収入得られるで。肉体の健康と精神の健康を別物と考えたらあかん。スクール、ニート辞めればやること増えるぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、今から近所にできたラーメン屋に行きたいが勇気が出ない。どうしよう、メニューとかわからん。おどおどしそう、けど食べてみたいんや。ちゃんとメニュー頼むときのボタンあるんかな？何歳？23歳。大卒ならまだやり直せるぞ。どうしよう、勇気をくれ。頼む。誰の金？ボタンなかったらメニュー表の一番上か、右端のお頼め。ウーバーで頼む。つか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 、って入って、ドン。と座って、ラーメン代、と頼め。食券だったら？ラーメン代、と叫べ。シミュレーションしてから行け。ニンニク入れますか？どのくらい近所なん？チャリで5分。駅前や。平安行ってこい。せっかくだから行っておいでよ。ワイも近所とこ行こうかな。直接席に座ったら店員から食券お願いします。って言われるの恥ずかしいよな。今の時間帯なら空いてるしお店側も嬉しいぞ。何のラーメン屋？豚骨。味がわからないから頼みすぎ注意な。めっちゃ並んでたらどうしよう。人いっぱいいたらどうしよう。あかんのか？別に混みすぎてたら帰ればいいやろ。とりあえず行ってみたら？行ってみようかな。創作ラーメンみたいなのか。個人店系は行きづらいわ。この時間やってるか？とりあえず外出るわ。食べれたらまた何時に乗せる。頑張る。頑張ってね。尼崎市か？個人店だと昼過ぎたら一度閉める可能性あるで。いつまでやってんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、FX で3週間で資産2倍にしたから褒めてくれや。自慢する人いないんや。5000を1万にしたぐらいやろ。2000円を4000円にしたぐらいや。よくわかったな。小学生かな？ニートは小学生より金ないぞ。お小遣いもお年玉ももらえないんや。元で少なすぎて泣くわ。貼らなきゃ信じないよ。何を貼ればええんや。貼り方教えろ。10円が20円になったの？すごいね。1億あったら2億にできてたやん。ほんまこれなんよ。今のままじゃ労力と利益が合ってない。運が良かったね。何回も取引してるんやが運なんやろか。1年続ければすごいことになるで。どうなるんや。なお、来週には溶かしてる模様。その調子で5000万目指そう。正直気力が続かない。息抜きする金が欲しい。ようやっとる。天才やん。5000万でやったら1億ってことやろ。Y はインデックスしかできないから尊敬する。借金しろよ。後でチャート見てチャンス逃してたなってなるわ。1日で気が向いたたまにしかチャート見れん。設備整える金が欲しいわ。1日中座っても疲れないイーストディスプレイを変えたい。1万くらいの安いゲーミングチェアいいで。長持ちはせんけどそれなりに快適や。チャートもっと見れたらもっと稼げるだろうなと思う。そんなことするならバイトでもしろや。資産ってお前、2000円しか持ってないんか。不労所得とか思ってたけど、本気でやったら労働に近いのかもしれん。第二の人生頑張るぞ。たった数百円のために一日中パソコンの前に張り付くのはもう勘弁や。デイトレーダーの身をらんの？わからん。このスレも終わりやね。Y しか書き込まんやん。さっさとバイトでもして元で稼いでこいや。まさか1000通貨単位でトレードしてるんか？ 0.1 ロットくらいだから1000通貨やな。Y も最近始めようと思ってる。XM ってやつでいいんか？こういう初心者に教えてお金欲しいんだけど、どう？お前じゃ無理や。初心者は入門書、でも、本番でいいんか？入門書とでもいらんぞ。いきなりわけわからんまま始めるんか？なんでや。こうやって調子に乗る時点で向いてないと思うわ。1万入れてれば25いけば、1日でも結構儲かるよ。わお、積み立てにいさ仕組みの見物。失うもんないならデイトレは最強やぞ。相場の動かなさそうな日に行ったり来たりしてればかなり儲かる。月10万くらい欲しいんやがデイトレと中期どっちがええんか？その思考がおかしいんよ。その2つでどっちが良いとかいう話っておかしいと思わない？昼の株スレで貼ったやつ。FF 店に見えた。Y20 万を1ヶ月で1450万にして、次の日にリボ払い300万だけが残ったで。すごいやろ？才能あるな。上半博打みたいなもんやろ。成功体験が忘れられなくて深追いして破滅するで。どうせアップだろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。